こんばんマイル、大きやきマイルと鳥越です。暗いんだけどちょっと待ってね。暗いですよ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってねっていうか暗いんよ。くっそ暗いんよ。停電か停電かっていうか鳥が浮かび上がってるどういう状態やねんなんだなんだ。はいはい、ちょっとなんか動かないんで帰ってきてさ、うん、久しぶりにさ、うん、起動したら動かなくて、ちょっとよくわからないですね。何を言っているのかな。動かなくて、無理やりなやつだ。ちょチラッてすんな。画面が面白いことになってる。あ、ルルさんこんばんは、いらっしゃいまし。ちょっといろいろ動かなくて、マイルが動かなくて動かなくて、えちょっと無理。今日は静止画。わ、諦めやがったこいつ。あ、スピリチュアさんこんばんは、いらっしゃいまし。カランカランカラン。ちょっとね、いつものマイルが動かないので、今日は静止画でお送りしようかと思っております。最初な、ね、何もなくてさ。あ、なんとかさんかな、こんばんは、初見ありがとうございます、いらっしゃいまし。ちょっと今調整をねしてるとこなんで大変申し訳ないんですがね。で、いつもだったらねちょっと動くんですけど、ちょっと今日動かないっていうことでね。へへじゃねえんだよねえ、皆さんいかがお過ごしでしょうか。週の初めでございましょうかね。週の初めじゃねえけど初め函館行ってきたよ。函館競馬場行ってきました。行ったね。いやー、ほんとね、珍道中でしたね、はい、大変でしたねYouTube じゃなくてツイキャスの方で車載動画でね、はい、行き品はちょっと夜の峠を走る絶叫ドライブをねお送りしたんですよね。真っ暗な、ね、いやー、びっくりしたね。なんか今回がその高速を使わずに行ったので、はい、結構その山道、はい、札幌なので我々がこう中山峠というとこを越えて、はい、こうルスツとかこうあっちの方に抜けて、海の方抜けてみたいな、はい、おしゃまんべとかこう、あと親子通っておしゃまんべ通ってみたいな感じだったんですよね。でね、車載動画というか配信ご覧になった方はご存知の通り、一寸先は闇、ノームと霧雨の、マイルはもうペルソナ4の世界に迷い込んだのかというぐらいのね、はい、すごい感じになってましたけど、いや久しぶりに運転して、あれは怖えなと思いましたねマジでやばかった、何も見えなかった。ガッチでね、泣きそうになりましたね。ちょっとやっぱ前の1年半ぶりぐらいに運転したんですよ、うん、それでこう暗闇デスドライブみたいなのはね、泣いちゃう、結構泣いちゃうレベルだった。怖かった。いや怖かった、ほんとトンネル開けたらもう霧で、ほんとヘッドライトギリしか見えないみたいな感じだったんで、うん、いやさすがにね、ちょっとこのまま配信中に死したらどうしようと本気で思いながらもうね頑張って、でもね、やっぱ北海道の人って車スピード出すので、うん、この道でなんで80とか70で走っとんねんみたいなの感じで結構怖かったな、ね、でね、海の方行ってもしばらくね見通し悪くて、うん、まあ、なんとか着いたのでよかったんですがね。うーん、ゆっくりドライブ大変そう。大変だった、マジで大変だった。久しぶりにちょっと体に力ずっと入ってた感じだったから、でしかも 4,5 時間かかってるので、うん、いや疲れたよなかなかに、うん、いやでね、結
局ついてからなんだっけな、なぎさんこんばんは、いらっしゃいまし。こんばんは。函館ってどこ、地理どこ。函館は札幌よりだいぶ下、なんか北海道の形を想像したときに、こう下の方にこうなんだろう、魚の尻尾みたいになってるとこあるじゃん、あるじゃん。左下ですね。そう、そこら辺なんですよ。いや、なんとかさん車何年も運転してないから想像しただけで怖いっす。そう、怖いんですよ。意外と怖いんですよ。いや本当にでもすごい上手なわけでもないから、ちょっとビビリビビリでね、ゆっくりめで行ったんですが、なんとか時間想定内に着きまして、うん、スプリッツ屋さんも福岡じゃない、北海道ドライバー大変だ、大変でした。いや本当峠をね越えたから悪いのはあるんですけどね、夜にね、なかなか、うん、怖かったですね。で着いてね、とりあえずその日はネットカフェだったんです、ホテル泊まる時間じゃないしなと思って、うんうん、12時ぐらいに着いてるんで、で何食べようって、とりあえず何か買って入ろうってなった時に行きましたよ、長谷川ストア、ハセストってやつですよ。はい、函館のね方はご存知の方が多い、北海道ではね有名なんですけど、焼き鳥弁当みたいなのを出してまして、はい、焼き鳥を店内で焼いてるんですよ。あれ何、炭的な、なんだろう、わかんないけど、あれ炭火ではないですね、うんうんうん、でもなんかその場で焼いてるんですよ、ちゃんとパタパタってこうして、なんで伝票を書いてその場で作ってもらうか、もうその焼いた後にパック詰めてある、あのよくスーパーである系のにするかで、あ動いた。うん、やったよ、動くマイル帰ってきましたよ、イエイ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 ピースピースで、ハセスト行きまして、でまあ焼き鳥弁当をね頼みまして、で10分ぐらいか、そうですね、10分ぐらいかな、10分少々で、かな、待って、で北海道で有名なコンビニのセイコーマートと多分同じグループなのかな、そうですね、提携してるのか分かんないですけど、お惣菜はセイコーマートのものがあったりとかしたんですよね、ポイントカード一緒ですし、そう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 、ただその発生側ストアで作ってるパンとかもあって、なかなかねパン美味しかった、パンめちゃくちゃ美味しかった、よしちょっと、あららパンめちゃくちゃ美味しかったんですけど、ね、うん、とりあえずそれらを買ってね、快活クラブに、ここは多分函館にある唯一の、ネカフェっていうぐらいのね、うん、大きい感じのネットカフェで行って、で鍵付き個室でね、鳥さんと一緒にもう飯をガバガバ食って、あもう無理って言ってハンって寝て、で朝起きてシャワーかかってみたいな感じだったね、でシャワーかかって準備して、よしいざ函館競馬場という感じでね行きまして、はい、いやなんか寒いかなと思ったのを気温だけ見てたら、そんなことはなかったね、全然暑かったね、暑かった、風、日陰で風引くと寒いんだけど、基本的にはやっぱ、あ、野手さんこんばんは、明日早いので最後までいられませんが、函館お疲れ様でした、いえいえ、ありがとうございます、ありがとうございます、ね、道中も見守っていただきありがとうございました、ね、そして野手さんはね今日ね、ここで言うのもあれですが、1周年の記念のねちょっとしたものもいただき、後でねツイッターでご紹介させていただく予定なんですが、我々大好きなねタイトルホルダーとメロディーレンジャーが出た時のね馬券を、はい、なんて京都競馬場のこう模様が入った馬券をね、買ってきてくださって、でそのついでにって言ってちょっと1周年のお祝いでっていうことでね、いろいろいただきまして本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました、めっちゃ嬉しかったです、福永雄一メモリアルブックとかよだれが出るほど欲しかったものをねひーって2人でなったぐらいだったのでね、わわわね、お菓子も美味しくいただきますので本当にありがとうございます、ありがとうございます、ね、そんなこんなで函館競馬場ですが、はい、函館競馬場に行ったんだけど、駐車場いっぱいあって1日1000円かなんかなんですよ、うん、でレンタカー借りてったんだけど、ね、我々なんと函館競馬場の前には穴場のホテルがあることをマイルの競馬の師匠から聞いておりまして、
そのど真ん前に窓を開けたら JRA の看板見えるよみたいなところにホテルがありまして、うん、そこに宿泊する予約をしてたので、チェックイン前に車を貸してもらえますかしたらいいですよっていうことだったので、うん、なんと駐車料金もかからずに ありがてーって感じで、うん、でフロントに一応予約してたんですけどって言って貸していただいて大丈夫だということです。あ、大丈夫ですよって車の鍵だけ置いてっていただいてって感じだったので、うん、置いて行ってね野瀬さんが下に置きすぎて気づくかなって思ってました。そうレーシングプログラムとそのユイチメモリアルブックをねこうめっちゃ下のなんていうんだろう厚紙で挟んでいただいてたんですけど最初上げ底していただいてる下がねこう水漏れとかしたらのあれかなと思いつつも一応こうどかしたらって宝物あったってなったんでね、まあ、宝探し気分でちょっと楽しかったですで函館競馬場着きまして、はい、何時ぐらい9時ちょい前ぐらい。そうですね、もう結構な行列で当日券の人も、もう予約してた人もね大行列、大行列で、うん、あ帰ってきた競馬場みたいなちょっとね北国の民は本当にね限られた季節しか生でそう、ね、競馬を見れないので、はい、そうわーと思ってもうちょっと楽しかったですね。すでにもうゲートから競馬場ふーってなってたんでちょっとね話の途中ですが、はい、お酒を開けようかと思いまして、あ、はい、はい、乾杯しようかな、はい、これねなんかそちらのなんだっけ七重町、七重町っていう函館市ど真ん中からちょっと行ったところ、ちょっと外れたところ、ちょっと上の方に登ったところにあるんですけれども、うん、そこにこう結構大きめの道の駅がございまして、うんうん、そこもなんか男爵芋ミュージアムみたいなのがあって、うん、そこもねなんかいろいろ芋のねお菓子だったりとか開けましょうか、うん、開かないあったりして、でそこにねなんかちょっと地場のお酒ではないんだと思うんですけど、はい、後で調べたらね全然違うとこだったんでね、プシュって言う言わないそこでねはい、お酒をちょっと買ってきて配信でねせっかくスナックという目打ってるので、はい、飲み屋しょ飲むかなと思って。最終週とかも混むんですかね。最終週大きいレースがあるとやっぱり、あ、そうそう、ね、重賞あると人いるかなぐらいだけど、うん、だから ね, んなにね、うん、日曜日狙うんだったら札幌の最終週の日曜日って、うん、全然いないんじゃないかと思いますね。これ全部入れられそう、入れちゃう。これね、今からいた今日私たちがいただくのは、はい、お日様のシャボン玉、違うわ、お日様のシャボン玉というスパークリングレモン、日本酒、うん、日本酒のスパークリング、スパークリング爽やかにレモン香るスパークリングタイプの日本酒カクテル、新しい酒の風感じよう感じよう感じようってこと。これをね、はい、いただきながら、じゃあ、はい、お疲れっす、お疲れ様でございます飲みやす、うわ、飲みやす、 3% しかないんだよ、しかも、え、軽っ、軽っ、うんうん、野津さん、札幌競馬場最終週両日参戦ほぼ確定したので おめでとうございます、やったやった。でもやっぱり芝の中に入れるっていうのがね最終日の、うん、そうそう、最終日のね、あるんで、そう、結構荒れてんねとか、去年楽しかったんでね、ちょっと混むかな、うん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 、そう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 、だから、まあ、ね、うん、ゆっくりは見れるんじゃない、特に最終日ゆっくり見れるんじゃないかな、うん、思ったより人いない、札幌記念の日が地獄だったくらいで、そうですね、それ以外はあとはなんか、まあ、うん、まあそれなりだったんでね、まあ、うん、まあ、去年より緩くなってるからちょっと分かんないけどね京都競馬場に比べれば全然人いないかな、うんうん、芝って食べてもいいんですか、なんかそれは某外国のジョッキーさんじゃないかな食べてもいいですけど、保証はできないですね、うん、体のね、痛くしないとか、ね、痛くするかもしれない、それは分からないですね、うん、美味しいかって言ったらちょっと違うと思いますしねね、札幌競馬場に行ったんですよ、もうちょっとね、函館な、函館、もうね、ここからいろんなことが起こりまして、めっちゃ写真出しとるやん、
とりあえずね、うん、やっぱりね、函館競馬場ね、ちょっとね、はいはい、マイルさんにはね、はい、いいよ、マイルはいいよ、消えたとて消えたとて構わないよ、みんなに函館の競馬場と、うわ函館競馬場ね、あのなんか札幌競馬場くらいしかこう大きいとこ、まあ、紋別とか行ったことありましたけど、うん、なかったんですけど、あのなんだろう、見た目に反してなんか札幌よりもなんかこう伸び伸び感じた、なんか札幌はゴミゴミしてるからかな、全てが広いわけじゃないんですけど、うんうん、それなりに広さはあるかなっていう感じでしたね、うんうんうん、そう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 、函館競馬場ね、はい、でなんかスタンド我々はスマートシート取ってたので、はい、結構ゴール板近くだったのでね、あの座席からゴール板見えるぐらいの、うんうん、いい席だったんですけど、まあね、1レース目からねこうねもうパドック見に行きまして、パドック見に行ったよね、あのそのままストレートで、あのマイルさんが抽選に、あ、そうだそうだ、ってらっしゃったんで、そうだそうだ、マイルがね、あのウェルカムチャンス、皆さんご存知、ウェルカムチャンス当たりまして、そう当たったので、あのシール列伝が当たりましたので、はい、もちろん推しのねタイトルホルダーくんがいるね、あのタイトルホルダーとカズオジョッキーのあのかっこいい、その名はタイトルホルダーのあのねポスターのシールをねゲットすべく、あれをねゲットすべく並びました。もうウェルカムチャンスで大行列ってどういうことって思ったんですけど、ね、とりあえず並んでゲットして、うん、でそのままじゃあ鳥は先にパドック行っとくわっつってパドック行って、はい、で合流して、まあ、1レース目のパドック見て、まあ、マイルなんとなくですけど現地の時は朝からいるんだったらじゃあ1レースは絶対買おうって思ってる派なので、はい、まあ、1レースぼちぼち見ながら、まあゆるっと買いまして、はい、ね、うん、ウェルカムチャンス、竹下買えば当たるって言ったのになんで重賞を軸にしなかったのかおっとそれは確かに、ね、確かに確かにね、野地さんウェルカムチャンス毎回よく分からなくてやってない、あれ意外といいですよ、うん、アプリ落として、でそれでなんかこう抽選始めますかで会場にいる時にはい押せば、うん、あの勝手に抽選して何賞当たりとか発令が出るんで、で結構ねマイルはねトートバッグ狙ってたんですけど、まあ、シールでも満足だったんでよしとしました。でね1レース目こうやってパドック見て、で函館が面白いのがちょっとね画面には映らないんですけど、映らないんですけど、あのね足歩き方の足だけ歩様だけチェックするための足元が見えるこの、ね、そうレースコースって、そうちょっと低くなってるところに ね、 下の部分ですね、ガラス張りの部分があるんですよ、そこに行ってその歩くとこだけチェックできるらしいんですけど、周りたちはね、うん、そっちには行かなかったんですけど、はい、うん、でもねなかなかパドックがすごく綺麗で見やすい感じではあったよね、うん、すごい広くて、そうで函館はその座席の種類にパドックシートっていうのがあって、パドックを見るためのそのパドック側向いた指定席があるんですよ、ちょうどここの真逆側です、ね、そうそうそう、あってそれ結構ね見やすそうでいいねって、今度行ってみたいねって話をね、うん、しながら見てたんですけど、ね、結構こういう馬場スポットが2階にあったりとか、札幌だとね、うん、なんかこう下通って地下通って行ってそのコースの真ん中のところにあるんですけど、函館はね、うん、こちらでしたね、京都競馬場のウェルカムチャンスは毎回一緒に行ってる撮影班が餅の木のかけら渡されてました、うん、そういう感じかけらもあるのでね、こっちがお馬さんが歩いてくるとこですね、その左側が一応騎手のね控え室なんです、右側じゃない、うん、右側がジョッキー控え室なんですけど、札幌とか他の競馬場より見づらくて、うん、いつもねあのは誰々くん来たみたいなのを見て楽しむんですけどね、ちょっと全然見えなかったのでね、うん、残念ですけどね、うん、であのそっちからねお馬さん来て、うん、もうこのなんだジョッキー控え室を挟んで右の方がもうそのまま花道になってるので、うん、そこを通ってレース上に出る感じなんですけど、うん、パドックって結局なかなか見られないですよね、うん、確かにもう狙って行っ
ってましたね。そう、この馬さん見たいとか、このレースだけは見たいっていう時は、うん、新馬戦は見たいとかね。そう、新馬戦5レースで見たいなと思ったんで、もう4レースから張ってたもんね、うん、あのもうレース見らずにというか、あちょっと鳥はあの馬道の方に、そうだね、鳥はね、みゆきジョッキー勝ったらいいながあったからね、そっちにいたけどね。このね、写真の右側ずっと行くと、うん、馬道があって、そうそうそう、地上馬道で、うん、あの本馬場に出られる道があるんですけど、うんうんうん、そうですね、うん、1レースから、うん、ちゃんとね、今年からネット競馬の方に写真を出そうと思って、うん、鳥さんがね、はい、ちゃんとね壊れた一眼で撮ってきましたからね。手ブレ補正が急に効かなくなったんですよすごい古い、もう10年ぐらい前のカメラで全然 ね、使ってなかったりとかしたんですけど、うんうんうん、なんか急に赤い点滅始めててなんだろうこれって思って調べたら、あこれ手ブレ補正死んでるもう柵とお友達ですよね、うんうん、柵に手を打ちたもんね。新馬戦はダミアン・レーンジョッキーが5戦5勝で来週も買います。今週末からレーン騎手売り切れって、ま、え売り切れもうレーンジョッキーはいないのもう気づいた時にはもうね、こんな感じでね、結構馬さん取ってて、うん、ね、そうこんなだったらね、うん、連射はすごい効いてくれたからね、うん、そこまで手ぶれ、うん、あの明るいんですよ、うん、どっちも、うん、いつもパドックも本馬場の方も明るいんですよ、うんうん、しかも来年来れないって、ま、ま、それはまあタフィーの大きい大きいね、このぬいぐるみ置いてあったんだよね、そうそう、かわいい、みんなフォトスポットになってましたねでも JRA はダメでも地方の短期免許ならワンちゃんクリスチャン・デ・ミルジョッキーもやってたしそれでも来たいのかみんなレーンにすがりすぎなんだそしてレーンジョッキーはそれでも日本に来るのか来るんだかいやでもムルさん呼ぼって、ムルザ・バイフジョッキー呼ぼうもうね、大好き穴持ってくるムルザ・バイフジョッキー呼ぼうで ねこのあたりが、うん、まあ、ビニングサークルというか、うん、あこれは勝ったマルプリ、ね、マルプリタケシジョッキーですね。ね。これナナコちゃん。うんうん。ナナコジョッキーがねこっち来てたんで、ね、惜しかったね。4着だったかな。結構ね惜しいレースが多かったね。うん。うん、ね、あの割とこの日さ、あの某というかまあね、吉田隼人ジョッキーがね、はいはい、あのいろいろあった後だったんで、なんか逆にちょっと ね応援したい気持ちになったよね。わかんないけどね、実際はいろいろとりあえずモレイラで我慢しましょう我慢か、うーん、まあいっかあるぞ、僕も好きな馬が出るときはパドックでずっと写真撮ってます。うんうん、そうですよね、そうなりますよね。10番人気4着でしたっけ、もうちょっと人気しなかったかな、どうだっけな、最終もうちょっと人気したんだっけな、うん、忘れちゃったけど、いや結構本当ね頑張ってたよね、そう、うん、すごいなと思って、やっぱ女性ジョッキー勝ったりとか好成績残すと嬉しいのは嬉しいんでね、本当、うん、ね、でね、このお馬さんがまあまあ暴れる暴れる大暴れしまして、そうちょっとねこれやっと出てたとこ、そうですね、うんうん、やっと出てってくれてみんなね、うん、みんなもう向かってやっぱもう画質も悪いな、うんうん、で誘導馬さん、うんうん、ね、誘導馬が可愛かったので、ね、クリンチャーいるんですよ函館、そうクリンチャーがいるんです、そう、でもこの日はその誘導馬のお仕事っていうのはしてなかったので、うんうん、なんでね、あのなんだろう、ポニーの触れ合い広場みたいな、うんうん、あっちの方にね、あのいたんでね、後で会いに行ったんですけどね、函館ゲートですね、ゲートのゴールですね、ゴール版がちょっとしょぼいちょっとしょぼい、こんな近いですね、うん、そうですね、結構近かったですね、うん、本当なんだろう、フェンスというか柵のところまで行くとこのくらいの距離で写真が撮れたりするので、うん、結構ね本当ね、うんうん、馬の稲鳴き聞こえるしみたいな、こうね、ちょっとジョッキーの声聞こえるしぐらいのね、うん、距離ではいるんでね、凱旋門賞出走馬が誘導してるってすごいですねいやもう、ね、すごいですよ、ゴール番前にちょうどいたんで、うん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 、
だね、ゴール板前の記者さんはちょっとしゃがんでほしいなっていうのはありましたけれども、これね、こういうね、ちょっとね、おじさんにピント合っちゃう、おじさんにピント合っちゃう、ね、公園の遊具みたいに分かります。分かる分かる分かる分かります、分かります、色味の汗具合が公園の遊具ですね、うん、そう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 、ちょっとね、あのしかも大きい公園じゃないやつね。でね、こうやって口取りがね、こっち側だった、ね、うん、そう、口取りがこっち向きだったんでね、座りながら下のアングルって禁止になったんですけど、いや、いましたね、写真撮ってる人は、あの下からジョッキ、うん、ジョッキじゃないや、記者さんでも、うん、いたね、うん、なんか立ったり座ったり、うん、思い思いの格好で、うんうんうん、ぜひ住所ある時の浦和に来てほしい、すごい近いんですよ、いや浦和も来たい、ほんと何回行きたいんでね、もう絶対行く、パドックだとね、門別もめちゃめちゃ近いです、近かったね、もう柵1個しかないから、うん、なんかもう目の前ぐるぐる回って感じ、うん、そうそうそう、ね、1レースでたけしジョッキー勝ちましたので、ね、さすが北の大地に来たたけしジョッキー強いですからね、うん、函館競馬調整ルームなんでそんなの撮ってんの。いや、なんかあるなって思ってズームして撮ってたんですよね、うん、でそう、函館競馬場ってすぐ上飛行機飛ぶんですよ、うんうん、あ、そうだったね、結構な、うん、どうだったの、京都だけ東京だけ禁止になった、あ、そうなんだ、あ、まだじゃあ会場によってまだちょっとルールが定まってないのかな、うん、みたいです ね, ね、結構もうズームしてこれですけど、うん、あの大馬さんよくびっくりしないなぐらいの本当音すごかったね、びっくり、こっちがびっくりするぐらいのね音でしたけどね、で次はもうそのまま、うん、もう次のレースのやつ、アイアム勝ちましょう、ああ言いましたね。あでね、それはそうとね、やっぱその噂には聞いてたんですけど、うん、やっぱたけしジョッキーがねすごくファンさをね、そうですね、もうね、おじさんからおばさんから若い子からもうずらずらやっぱ勝ったらサインくださいで並んでて、うん、でね、あの頑張ってとか言われたらね、ありがとうございますとかね、頑張りますみたいなこう言葉も返してて、ね、もうほらもう汗だくで疲れてるからさ、もうなんかね、もうとにかくちょっとでも多くの人にサインしてあげようみたいな感じが見えてね、うん、必死にしてる感で、なんかごめんねって思っちゃったんだけどね、次も乗る感じだったから、うん、本当はね次乗る人ってあんまり引き止めちゃ、ね、うん、いけないからと思って、あんまりだったら諦めようかって言ってたんだけど、まあ運よくちょっとね書いていただけるタイミングがあったので、うん、周りたちも無事にね、たけしジョッキーのサインをいただきまして、ね、ね、うん、そう、アルさんサインですねって、そうなんですよ、もうあの宝物にします。なんかやっぱね、いろいろジョッキーってね、やじられたり言われたり、勝ったら褒められるけど、それって誰かの負けにもなるからって、うん、結構ね、いろんな業を背負わなきゃいけない仕事だと思うんですけど、うん、やっぱりファン大事にしてくれてるのはすごくいいなと思ったんでね、毎回書き出す位置が一緒だから変えた方がいいとか言われてますね、もうそサイン一つでもさ、いろいろ言われるしさ、あの、そう、その、ね、一応ね、場所が、うん、あのなんです、東京とか阪神とかに比べたら狭いんで、うんうん、こっちの方は、うん、そこまでね長く、うん、こう長くないんですけど、うんうんうん、やっぱりもうこっちはそんなにウィナーズサークルから、うんうん、その馬道の方が一直線なんですけど、うんうん、もうそこの何メートル、うんうん、10メートルぐらいかな、をバーッとサインして、うんうん、でそのままバーッと帰るみたいな、うんうん、その藤掛ジョッキーね、うん、帰れなくなっちゃった始まっちゃって帰れなくなっちゃったなんかね、でもすごくねありがたいなと思いましたね、うん、でもね、もうなんかみんなね、いいんだよ、いいんだけど、クソデカ色紙とか、あとあのぬいぐるみとか、あの、そう、ビニールとか結構書きづらいものをね出してるのでね、うん、あとね、あのマイル的にちょっとつぼったのが、あの油性マジック黒で書いてるわけですよ、うん、なのにちょっとそのビニール系のやつ出した人につかなかったんだよね、うん、最初書けないかなって、あれって思った時にたけしジョッキーがあの油性ですよ、油性ペンなのに振ったんですよ、ポスカじゃねえんだよ、ポスカじゃねえんだよみたいなえ、かわいいと思って、うん、違うよって文句言う前に馬券当てろや新さん、本当にね、そうなんですよ ね, ですね、うん、本当ですよ、文句言うぐらいだとね、うん、こっちだ、選ぶのはこっちなんだからね、うん、そうそうそう、ね、
ね、なんとか、ね、なんとか事前に大量の紙に書いといて舞ちゃんはどうですかね。もうねそれでもいいと思う。あんな時間取られるのはね次があるからさ、うん、やっぱ心配にはなっちゃいますよ ね。あ、川田十教レーシングプログラムとかにサインだと柔らかいのは無理ですって言いますね。ああさすが竹志之が、あのそのやっぱね過去にやっぱエフフォーリアの記事だったりとか、そうだね、そういうのに、ね、サインしてるっていうのを見るとやっぱ書きづらそうには、うん、馬券とかもちっちゃくて、うん、ちっちゃいからね、いや記念なのは分かるんだけど書きづらそうだなとか思っちゃったし、うん、ね確かに柔らかいものはね新聞とか何でもその場にあるもの持ってきてたけど、うん、そうそうそうね、やっぱね、なかなかね、色紙の方がね、うん、色紙がいいと思うよちっちゃい色紙をね、あれあれは持ってきましたけどね、はい、あんまり邪魔にならないようにね、人に当たったりしても申し訳ないんでね、うん、でまあね、あのそこからはまあ普通にレース見てたよね。そうですね。でただそのウィナサーのところ、ウィナサークルのところとかね、やっぱ勝った馬さんとか近くで見れるんでね、うんうん、色紙がいいんですね。そうですね、うん、色紙がいい気がする。持ってそのままサササってかけるのは、ね、そうそうそう、固いしね、うんうんうん、柔らかいものは確かにこう本とかね、うん、あ優秀とかで表紙飾ってて、もう絶対欲しいっていうのがあったら、うん、そういうのはいいかもだけど、いや柔らかいものはちょっとね、うん、あのその日手拭い配られてたりしたんですよ、あのなんて言うんだろう、入場特典で、うん、そのビニールに書いてる時につかなくなったりふにゃったりして、たけし君かわいそうだったんでね、大変そうだったんで ね、うん、やっぱねちょっと配慮してあげて、何取ったの草の変な卵があったんであそうだ言ってたわ。それはアクリル板とか持って行ってましたね、大阪杯の竹井隆樹がカメラのアクリル板、あサインね、あなるほど、サインのサインしたやつね、はい、いやね面白いよねそれでね、うん、そうでもまあね、やせっかくならやってもらう方もねちょっとこう気をつけたいね、うん、あそうだ ね、バインダーとかね受け渡ししやすいようなのがいいんだとは思います。あと分かりやすいっていうね、うん、そうだね、やっぱ大きいレースになるとごちゃごちゃになって、もう前先にみたいなのが増えちゃうんで、そう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 、ね、やっぱ お互いが ね、 あのね譲り合ってこう書いてもらってたらスッと去って、ね、去っていくねっていうね、うん、こう皆さんのねそういうマナーがまた良くなるといいなとは思いますね、うん、そう函館5レース、うん、新馬戦、うん、あ新馬戦ね、うん、結構ショート数だったんですね、11頭で、そうで新馬戦はパドックを見ないとマイルはもう訳が分からないので、うん、まああの新聞は片手に持ってましたけど、やっぱ情報じゃなくて本当のお馬さん見てビビッときた子を買おうと、うんうん、わけわかんないしどうせと思ってるんで貼っててね4レースから、うん、あ、うん、そうそうそう、そのなんかちょっと下の方の黒いところあるじゃないですか、ここそこから歩様が見れる、うん、うんうん、グレートフルペインどこいやあのこのね、うん、一番人気のね竹、ね、豊ジョッキー、ね、いや豊か人気はあるでしょ、でもグレートフルペインはやっぱ距離悪くなかったけど距離かって言ってたよね、うん、なんか思ったよりそうだね、鳥はなんかうんって悪くはないけど、うん、うんって言ってたからね、これは竹豊か人気だなって言ってたんで、うんうんうん、当たってよかったです、うんうん、フォーディアライフ応援してました。前もねフォーディアライフはね単勝買ってたんですよ、うん、まあ、なんか良さそうな気がして、でなんであのフォーディアライフの単勝とあとロータスワンドの、うん、あと応援馬券、うん、で、ロータスワンドから流した馬券を買ってたんで、うんうん、あの当たったんですけど、フォーディアライフいいと思ったんで今後も買いたいなって思いましたね、うんうん、惜しかったですもんね、うん、あのお馬さん全然馬体とかやっぱマイルはそんなにわからない派なんですけど、うん、それでもやっぱあなんかいいけどもうちょっと長い方がいい馬なんじゃないかなっていう感じはしましたね、うん、あライドさんこんばんは、カランコロンカラン、あこんばんは、いらっしゃいまし、カランコロンカラン、そもそも新馬の竹さんは今後を含めてるから新馬ですぐ勝たないの分かってもつい買ってしまう、うんうん、買ってしまうそれはある、だから前のあの相手には入れました、やっぱりあの切るほどではなんかそんな強いあれはなかったです気持ちでいやーね、コラフレースも良さそうだったんだけどね、うん、うん、あ、かがりさんこんばんは、あーこんばんは、かがりさん、いらっしゃいまし、函館は土曜最終3連単取らせてもらって好きになりました、いやかがりさんね3連単取りまくってるから ね当たってますもんね、持ってるんですよかがりさんは、
いい声も持ってるし、うん、運も持ってるし、さすがですよ。もう評判良かったし、母父初くらいなので応援してますと、うん、と言ってもいいと思います、うんうん、あ、それはちょっとわかるかもしれない、うん、確かに、うん、あの新馬戦のね今話をしているんですがね、うんうん、フォーデアライフは、まあ、引き続き応援と、うん、ロータスワンドもマイルはねお気に入り馬に登録しましたのでね、うん、勝ち負けできる馬、うん、ただしこのレースとは言ってない本当それなんですよね。そうそうそう、うん、あれさんもすごいって、そうね、かがりさんも VTuber でね、うん、活動していらっしゃったり、歌の方でねユニットとかで今活動していらっしゃるんですけど、うん、まあ競馬上手なんですよ。すごい、いつもいつもねさすがなんですよいやなんかいつもかがりさんすげえなーと思って見てるところでね、うん、ね、ぜひねまたその競馬の話でもねゆっくりできたら嬉しいところですよね。さらっと取ってらっしゃるんですね。そう、さらっとね買いました当たったっていうヒッてね、いやでも新馬はやっぱ面白いね。パドックが一番だなって思った。やっぱ新馬は割と新馬のパドックの割にはみんなおとなしかったんですよ。そう、去年の札幌で見た時が結構な運動会感というか、うん、小学生運動会感というかなんて言うんだろうな買ったんですけど、まあ今回はねみんなおとなしくてね、うん、まあ、ちょっと回ってる間にちょっとずつやっぱこう入れ込む子は出てましたけど、それでもね全然ね、うん、なんかまあおとなしい方だなって、立ち上がったりするような子もね、うん、いなかったしね、すごいなと思ってたんですけどね、うん、ロータスワンドめっちゃ可愛かったんだよ。応援するわマジで。でもね、ななこちゃん、ななこちゃんうちのそう、それで思い出したこの日ですね、マイル職場にね競馬の師匠というねお呼びしている、まあ、結構年配のね、うん、方がいらっしゃるんですよ。いろいろこう教えてくれたりとか、南関東は見に行った方がいいよって言ってきたりとかあるんですけど、うん、その人がね函館大好きなんですよ、うん、だから函館競馬場行こうと思ってって言ったら、あ、行きなよ行きなよ楽しいよみたいな話をわーってされて、うん、であじゃあ行ってきますねって言って、うん、でもその時偶然師匠も休みだったんですよ、連休で、うん、だからいやまさか会わないですよね、会ったらアイスで潜りますよって言って笑いながら行ったら、その日ね1レースからやってて、師匠もこれ買ったよとか聞くんですよ、うん、よく LINE が。で、あ、休みだからなんか見ながらやってんだなって思ってたんですけど、なんだっけバサラっていうお馬さんが2レースかな3レースから出て、その馬がゲートをねちょっと壊しちゃって外は滑走になったりとかしてたんですけど、ね、うん、バサラ怪しいねって言ってたら、師匠もバサラ怪しいねって LINE が来て、うん、いや見てたのかなと思って、うん、そうなんですねって言ったら、いや馬主に挨拶に行ってたんだよねジョッキーがって言われて、え、そんなとこまで映すっけ中継で、グリーンチャンネルでも見てたんじゃないそうって鳥は言ったんですけど、いや映んなくないって言ってたら、ウェルカムチャンス当たりましたねって来たから、うん、マイルのことマイルのこのねツイッターを知らないはずなのでマイルのツイッター知ってると思って、え、ツイッターですかみたいに言ったら、知らないよって言うから、え、現地ってなってそしたらストーカーのようにマイルと鳥をどこかから後ろから撮った写メ送られてきて、写真送られてきて、盗撮です犯罪ですって言って、なんと師匠がね、うん、いたんですよね。そう、来てたんですよ、うん、なんでえっ、ー、っつって、で俺は11レース終わったら帰るけどね先にって言ってて、なんやかんやんね見てるな、怖っ怖っって、そうそうそう、貴様見てる、うちの POG 馬はいつになるのよ。あら、うちも2頭まだなんですよね。うんうんうん、そうそう、係さんが新馬はパドックで稲中声聞こえたり、なかなか見れない幼さの、ね、いやそうなんですよ、楽しくて、うん、やっぱね新馬はパドック推奨派のマイルです、うん、楽しかった、うん、見られてました。そう、見られてて本当にね、で座席をなんとなくは言ってたんですよ、ここ取ったんですよねって話をしてたんで、うん、あ、いいじゃんって言われてたんで、わざわざ座席に来てニヤってしてきて、あらマイルちゃんじゃないみたいな感じで来て、いや怖っつっているんですねって言って話をして、でまあね、会場で何買った何買ったって話をしながらね、うん、あれこれしてたんですが、ね、師匠がその奈々子ちゃんから買ったりしてたんでね、うん、よくね、それでねいや怖いでも、うん、だってこれ食べましたとか斜面のんきに送ってたのに現場にいたんですよ怖っ
マイルの牛タン串の写真とか見て、ういいですねみたいな、いいねって来てたのに、おるんかいっていうね、面白かったな。怖いね、もう悪いことできないですよ。あ、これはこれがクリンチャーですね。これはクリンチャー先輩じゃないですかね。こうやってね、ちょうどご飯ために出してもらう前の時間かなんかだったのかな、なんか出す準備はしてたんですけど、うん、こうやってね、馬房のところにいてね、ぐるぐる回ってました、うん、先輩窓のとこから撮る感じになったんでね、うん、そう、クリンチャーなんですよ。ほんとね、見た時あれと思って、もしかしてクリンチャーじゃない、え、まさかって言ったら、こっちの方にね、うん、クリンチャーって書いてあって、ほらってなって、いや、函館クリンチャーいるって書いてたからさって言って、ね、馬房ゆっくりぐるぐる回って ね、お顔をちょっと見せてくれたりして、ね、元気そうで、うん、ね、ゆみかみさん、カランコロンカランコロン、お邪魔します、いらっしゃいまし、今ね、函館の競馬場の話をしておるところです。うん、その福島競馬の吉尾を見に行きたいんですよね。吉尾くんね、アイドルホースですね、もはや、うん、ね、これ10レースまで飛びました、うんうん、結構その後ね、ご飯買いに行ったりとかねしてたからね、かっこいいな、渋さがありますね、うん、やっぱね、強かった馬さんはね、やっぱこう、うん、なんか雰囲気が違いますよね、うん、雰囲気が違うね、たたずまいというかね、なんかね、言葉にできないけど、うん、ちょっと感動したもんね、やっぱり、あのそうね、競馬歴の浅い私たちでも知ってるよっていう名前のね、うん、母ってなったよね。鳥はもうとにかくみゆきジョッキーに勝ってほしくって。そう、鳥はね、みゆきジョッキーが大好きなんですよ、ね、せっかく ね、あの北海道になかなか来ないから、そうそう、来ないからね、そのね、うんうん、せっかくだからね、勝ってもらってサインをいただきたいと思ってたんですけど、うん、そうね、あわよくばサインもらえれば勝つだけでも嬉しいけど、うん、もしねワンチャンって思って、うん、でこのね10レース有限っていう馬に乗ったんですけど、うん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 、そんなに人気してなかったですよね、うん、でもすごいよく見えたんですよ、うんうんうん、まあ勝たなかったんですけど。いやでもよく見えた、我々もこれこのね馬体いいなって思ったもん、ね、いいじゃないですか、うん、新競馬場のユードバ花食べるけどね、まあ、食べさせとけ。ダメだよっていう、うん、ね、さんやっとこ7月、うん、地元の福島開催見に行くの、よしを見てきます、おおよしよ、お写真撮れたらお待ちしてます。見たい見たい、なんとかいつも小倉ですもんね、うん、そうなんですよ、そうなんですよね、一回も来ないんですよね。でもね、今年ほらメロディーレーンちゃんが一応次日経オープン札幌の予定なんで、うん、もし継続騎乗であれば、うん、ね、また来てくれたらね、雪ジョッキーに会えるかもしれないんですけど ね、名称誉れ、うんうんうん、いや名称誉れ よく見えたよやっぱり、うん、ミキのプリンス、ミキのプリンスはさ、うん、髪型じゃないや、あの縦髪がパツンって綺麗で可愛い、あのプリンス感かなって思ってんな。ね、いや、やっぱね、パドック楽しいね、いや、その写真が撮れるの楽しいしさ、うんうん、めっちゃすげえ躍動感あんな。ミユキくんには競艇かゴルフの話するしかない。そうやっておびき寄せるタイプ。あ、奈々子ちゃんいましたね。あ、笑顔の藤岡雄介ジョッキーじゃないですか。たけし君と喋ってますね。それたけし君？たけし君です。ピントが合ってないけどたけし君です。にっこり。いや、いいですね。なんかジョッキーが楽しそうに喋ってるだけで。ニコニコしとるんですよね、いつもね。でも藤岡雄ジョッキー結構勝ってたでしょ。勝ってましたね。ね、藤岡に勝ってましたよ。やっぱ。ね、ちょっと狙っていくんじゃないですか、うん、こっちにもしいるのであれば、わかんないですけど、イケメンのイケメン、いや、イケメン多いよ。いつもね、あの前泉ジョッキーがね、カメラ目線をしてくれるんですよ、うん、そうだね、なんやかね、前泉ジョッキー、それ合ってる、うん、多分ちょっと前の目が悪くてね。騎手の中で競艇配信出てるとみゆきくんが多いから、ね、そうですね、よく出てらっしゃいますね。なるほどね、いやね、竹豊さん、竹豊ジョッキーレジェンドですね、タガノリバイバー、いや、なんかさ、うん、ジョッキーいいね、やっぱりね。穴でも藤岡さん結構来てましたからね、涙目涙目涙目。
ね、結構ポンと持ってきてましたね。だからもうほらここでリーディングというかさ、やっぱサマーシーズン取りたいのかなっていう勝負度合いが見えるジョッキーはやっぱね、気合が乗ってんのかなというかね。そうですね、あるよね。うーん、藤岡ジョッキーね、兄もそうだし、たけし君もね毎回ね、うん、前回のように取りたいでしょうし。そうですね、ね、吉田隼人ジョッキーもねここでやっぱりちょっとね、うん、いい成績残してねっていきたいと思うからね、騎乗停止にはなっちゃってるけどね。うん、なかなかね。春さん、僕は府中が多いので、うん、ルメールさんが近くて見れて嬉しい。あ、そうだ、それで思い出した、ミルコがね、はい、ミルコジョッキーこっち来てたじゃないですか。あ、そうです ね、やっぱね、あの笑顔が可愛いね。ミルコは可愛いんだよね、ニコニコしててね。うん、ルメさんもね、綺麗な顔というか、ね、整っててほーって思うんだけどさ、クソイケメンの風貌、ね、あ、みゆきジョッキーじゃないですか。みゆきジョッキーね、あんまりねこっち向いてくんないですよ。早々にゴーグルつけちゃうしね。そう、うん、クソ連射しとる。いや、あと池添ジョッキー速攻ゴーグル型じゃない。そうですね。ね、あ、11レース、あ、11レースの東進マカオ、東進マカオ、鮫島ジョッキーだったんだっけね。そうですね、うんうんうん、で夢神さん、ミルコは爽やかイケメンだから 見るだけで目の保養に。ね、本当ですよね、爽やかな感じのあの笑顔がたまらんですね。レイハリア、レイハリア、うん、こっちには新規一転、髪を短くした田口監督がいるんだぞ。どこが変わったのか。いや、そう思った、あの髪の毛を髪型を変えてみたいな感じで言ってたけど、なんか、うん、あれそんな長く伸びてたっけ。ライドさん、吉田君はしょうがない、うん、若手の実力が近年飛躍的に上がってるもん、購入者も機種軽視はできない状況になってる。うん、うん、そうなんですよ ね、 で、まあね、まあ本当のとことかさ、真実は我々はね、うん、察しでしかないけど、やっぱりね、まあね、育ちと今並み休務員もね、うん、のこととかもあって、本人はいろいろね心の子にもあったのかなと思うし、うん、ね、とどめがその一番人気を飛ばしちゃったっていうのもね、あっただろうから、まあ、ただね、物に当たるのとかはよくないけど、うん、やっぱね頑張ってほしいなっていう感じ、どうしようもない気持ちがあったんでしょうね、うん、頑張ってほしいし、応援していこうかな、うん、相変わらずとね、うん、思いますね。もちさん、チッスチッス、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、カラコロコラ、いかがですか、東進マカオなかなか勝ちきれないですよね、うんうん、形成杯取らせてもらってから追ってるのですが、ね、やっぱ一回ちょっと取らせてもらったりとかね、うん、いい騎乗見たら期待してね、今回もね、うちは最内だったし ね、こう期待をねしてたんですがね、ただね、マイル最後は4に来てほしかった。それいやね、ここマイルしかもね、しくったなって思いました、うん、あの二軸にしちゃったんで、二軸というか二つ軸買っちゃったんですよ。いや、ちょっと軽視しすぎたな、ね、うん、あ、ジュビリーは、はい、こっちでは来ると思ってたから、馬券内には絶対、はい、なんなら勝ちと思ったから嬉しかったけど、リファーラもね、いい競馬してましたしね、リファーラシオンが安定しない、安定しない、テーム特急、いや、テーム特急がさ、穴でみんなこう結構名前上がってたのにね、鳥も頭抱えしたけど、鳥はね、バトレニとね、うんうん、テーム特急だったんですけど、あ、そうだね、 4,5 番人気しちゃって、うんうんうん、ね、思ったよりね、そう、うーわーと思ったらね、うんうん、いや、いいと思うけどなって思ってたけど、うんうん、東進マカオは最内がマイナスだった、うん、ね、あれがマークされて抜け出すの遅くなった、だから最内だからいいじゃんって言ってたけど、うん、逆によくなっいい展開になっちゃった ね、 そ う、 ね、うん、そうだね、なかなかね、ムーンプローブも ね、 ムーンプローブもねちょっとよく見えたんですよね、うん、いや、ブトンドールよく見えたんだけどな、そう、ゾエさん。いや、でもね、結構上に来てた、うん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 、まあまあじゃなかったっけ、あんま順位をね覚えてないんですがね、バトルにいいじゃないですか。いや、バトレにはよく見えたよ、うん、正直。モテさん、そろそろ寝ないとなんで、お先に失礼します。あーい、ナトさん、お仕事頑張って。関東オークスと兵庫ダービーですね、うん、ダービーは美味しそうなのでカレーパンの副賞です。カレーパンっていう馬があるんですね。とりあえずね、明日もね、オークスね、楽しみですね、モテさんの描きたい映画、次から次から出てきて下絵だけ描いて、ま、ダメ、一回ちゃんと完成させてこう。させてこう。君はクイーンも良かったな。いや、君はクイーンめっちゃいいじゃんって思ったもん。
あのよく分かってないマイルでもそのブトンドール5着ですね。5着ね、いいとこ持ってたんですよ、ね、いやだからカイザーベランジュだってもうマイルは買ってたからえこれこれ次第でだいぶ変わるぞと思ったら、うん、豊島川の方がね首ね出てましたね、うん、なんとかグラスワンダー3区がまだ走ってるのがすごい。確かに、うん、確かに確かに、リンゴ飴、リンゴ飴いますね、うん、リンゴ飴ね、ゆめくみさん、函館開催人どれくらいいました、うん、思ったよりいました、思ったよりいました。やっぱあのレジャーの人も多いし、ね、うん、でも函館いいなと思ったのが、はい、あの椅子とかマットっていうか敷けるエリア決まってるんですよ、うん、札幌みたいに無法地帯になってないんで、うん、結構ね、うん、ブドンは昔と比べて瞬発力勝負できるような馬じゃなくなったのね、うん、なんか思ったより最後ちょっとうーんって感じだったんでね、状態良かったと思うんだけどな、うん、3歳前金量的にも全滅は予想外でした ね、 いやそうなんですよ、3歳馬がやっぱ構想するイメージがね金量のねおけであったけどね、今年ちょっとね金量上がってるのもあったからでしょうけど、うん、まあダービーに出るわけでもないけど食い物場面多いよな、多い多い美味しそうな名前、いや札幌もう地帯ほんとね、なんか足の踏み場もないようになってるから、ただ函館は人が多い割にはそのエリア決まってるせいで、うん、あのすっきりしてという か、 なんかちゃんと、ね、うん、エリア外に敷物敷いてたらちゃんと注意されたりとか、そうそうそうしてるんで、うん、まあ結構ね見やすい感じではありましたね、そうですね、うん、いやジュビリー君がねマイルはずっと応援してる馬なのでね、とっても嬉しかったよ2着に来たのは、うん、ね、いやいいですね、リピナシオンテイムトキもうおかしくて鳥紙がどこ行ったん、俺の馬どこ行ったんってずっと言ってたの面白かった、どこ行っ た、あれってどこどこっていやでもねバトルにもよく見えたんだけどな、確かにね、うん、やっぱ距離かな、うん、あと馬場がねもうちょっと重かったらよかったな、うん、うん、確かチョコレートパフェがいたよな、うんうん、そういちごミルフィーユいましたね、ジャスパークローネムキムキなんですよ、うん、西村くんはいつ2着の呪縛からねえ本当に、いや今度持ってきてくれるんじゃないかとちょっと期待はしてたんだけどね、君役員がね最後差し足強かったね、ぬぬねえ、いやでも本当ね、いやいい足でした ね、 ね、君役員はね、いやもう軸では買ってたんでね、あれなんですけどね、これゴールの時の映像ですね、お何レースのこれに11レース11か、最後だけ、いやえだって1等しか取ってねえで、そうなっちゃいましたかっこ悪い、最高着だけ、あこっちか、あ違う今のあれだ、本場入ってからだ、あなんだびっくりしたね、もちさん1、2着だけ当てたもちさん、スプリントの方ね、スプリントの方ね、うんうん、加賀谷さん会社の競馬サークルのおじさま、うん、ジャスパークローネ激推ししてました、ああがジャスパークローネは最高着か、浜中ジョッキーか、うん、テーブドッキー15着なんだ、そうなんです、いやあのさ津村ジョッキーがさ落馬の呪いにかかってるんだろうかと、前と同じつんのめってからの落馬が、ね、そうだから押しすぎてんのかなスタートでって思うような落ち方をしてるんでね、いやなんかちょっと心配ですね、調子良くなってきたのかなって思ってたらちょっとね、あらつむつむどうしたのっていうのがね、先々週かのエリカコレクトじゃない、エリカなんてらちゃんか、忘れちゃった、エリカコレクト合ってるか、最近ねエリカいっぱい見てるからすいませんね、これねテブレ補正がね死んでるんで、うん、そうテブレ補正が死んだ一眼レフなんでね、死んでない方です、頑張ってめちゃめちゃこうネックストラップでガッて固定して、うん、いいですね、はあ、ねそんなこんなですよで、ね、11レース見て終わってね、こうやって口取りがありましてね、口取りそのババの方でこうやってたよ ね、 ね、うん、エリカコレクト3連単2等軸マルチ軸にしてた頭真っ白になりましたいや前にも買ってたんですよエリカコレクト、あのミキオナの馬大体応援しているので、うんうん、なんであのはあってそうあのお終わったってなって開始1秒終了ですね、良さそうだったのにって
ってなったから、うん、ミミさん、函館競馬場限定の食べ物とか飲み物ってありました？あのね、フードコートは、ね、ミスズコーヒーとか、あと、あの、有名な塩ラーメンのアジサイとか入ってたりして、うんうん、で、あと海鮮丼のお店とかと、あと、あの、よくあるそばうどん系とかは入ってたんですけど、うん。あとはト、あの、トゥーデイズですね。そうだね。いつもトゥーデイズが入ってたんですけど、あの、下の、なんか、端っこの方に、その、なんて屋台市場、ね、なんかこういっぱいあるとこあって、うん、エリアみたいなのがあって、うん、そのいろんなお店がわってある中にラーメン屋さんあったり、あれですよ、焼き鳥の、うん、あ、ハセスト、長谷川ストアとか、ね、そう、ハセストも出してたんですけど、もう速攻売り切れです。昼なる前に終わってた、うん、完売してましたね。でもね、こう焼きそばあったりとか、うん、ラーメンあったり、下にもあったし、うん、いろいろあったんで、うん、なんか限定っていうよりもなんかいろんなキッチンが来てるよみたいな、うん、なんか昔はラッピーとかも来てたらしいですけどね、函館のお店が来てますよみたいな感じですよね。もう一度誰をしてたっけ。あれ、ライドさん、テームとジャスパーが追わないで後ろに行った時は心配になった。ゆめかみさん、ハセガストあるんですね、羨ましい。そうそう、ハセストがね、ほんとね、すっごい行列になってましたもんね、うん、初手で行列でしたね。そうだから、あー、まあいいや、ハセストは後々お店の方に行けばいいからいいやって、ここではいいやってなってね、うん、うん、これね、たけしジョッキーがめっちゃ走って行ってる時に見て、空を、空飛んでるっていうか、時をかける少女みたいな走り方してるの。飛びそう、うん、時をかけるたけしでしたね、これ完全に飛んだって、浮いてる。いや、もうちょっと面白くなっちゃった、飛んでた、あれは時をかけてた、うん、すごいですね。そう、躍動感、そう、躍動感半端なかったです。慌ててね、こう来てたんでね、うん、ね、いや、でもね、たけしジョッキーがなんやかんやで重賞初だったんでしょ、こっちの方で。そうですね、重賞初勝利だったんです ね。そう、だからもうガッツポーズというか万歳出てて、うん、もう可愛いなと思って、横山家躍動、うん、横山家の躍動。いやね、しかもちょっとニュースにもなってましたけど、ね、この後ね、和夫ジョッキーがサインをね、サイン書いてる時にね、で、うん、レース見て、あ、勝った、そうそう、うん、ね、嬉しかったって言って、そうそう、ね、横山兄弟最強やなっていうね、言葉が飛び出すぐらいには、まあね、いろいろ揶揄されてますけど、丸はとても横山家を箱押ししてるので、とっても嬉しかったです ね。うーん、いや、なんかこれで両方勝ったらいいなって思ってたから、うん、ただね、ちょっと最後まで家族くん、ちょっと心配な位置取りだったんですけど、いや、いい差し足でしたね。うわ、来た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 、そう、竹兄弟以来らしいですね、うん、そうそう、同日のね、うん、重賞制覇がね、うん、こうやって見るとマークされない竹氏がうまいんだなと分かるね、うん、今後はブロックされたが課題だな、そうそう、なんかね、うん、なかなか抜け出せない時やっぱ竹氏ジョッキーちょっと、うん、ね、あの、取りこぼしというか、そうです ね、ちょっと気丈があってなることあるんで、ここからね、うん、また成長していくんだろうから、うん、応援していきたいなと思ったね、うんうん、パパもそろそろ頑張ってもろって、いや、そう、でもパパもね、3着来ましたからね、そうそうそう、いや、ね、結構人気はしてたとはいえ、だからね、うん、横山の日でしたね、完全にね、そうですね、うん、いやね、横山の日でしたね、ほんとほんと、いや、もうマイルはね、横山家を全力応援しているので、うん、もう笑顔でしたね。そうですね。うん、やったっつって。カイラーメランジェとジビリベット、うんうん、バトリニと君役に、あ、ね。うんうん。ね、バトリニ ね、よかったよね。いやね、ジビリーとね、君役員がいい成績だったんで、マイルはニコニコでしたけどね。うん、とっても嬉しかったんでね。うん、そうで、ね、もうホテルが目の前だったもんで。そう。で終わって一応12レースは買ったんですけど、うん、その馬券じゃないで買ったんで、うん、即パッドで買ってね、そう、即パッドで買って、でもうちょっと人もね、わちゃわちゃしてたんで、うん、ゆるっとなんだっけ、ターフィーショップ、そうそう、ターフィーショップの方行って、うん、あのターフィーショップでその日買った分のお金でガチャガチャを回すのが我々の定例行事なの で、 で、ね、あのちっちゃいお馬さんのガチャガチャとか、うん、ファンファーレのガチャガチャあるじゃないですか、うん、あれをねやって、ね、そうそう、やって、よしっつって、そう、朝一でターフィーショップ行ったら、うん、メロディーレンちゃんのぬいぐるみが、ね、ついに3つだけ残ってて、そう、もうね、生産されてないんですよ、あれ、うん、だからもう S サイズはね、手に入んないんだしね、 S サイズないんじゃないかな、 S サイズちっちゃいやつもないんでしょ、もともとない、あったよ、あったんですか、うん、持ってる人いるから、
だから中くらいのやつしかなくてね、うん、くらいのしかないですよ。でも見つけたからね、もう速攻手に取って、うん、いやね、うん、そう、アルさん、僕は水沼ジャッキーを応援してます。あ、いいですね。でもその海ザメランジはいつものごとく用意した穴馬、うんうん、いやだから前も海ザメランジ買ってたから東進マカオなの、海ザメランジなのってわーってなってたの、言えてない、海ザメランジだいぶね金額変わるんだけどってなっちゃったけど、ね、でもね、もうカメラ見た瞬間に、うんうん、あ、ダメだ、うん、そうそうね、ダメだ、東進マカオ来ちゃった、うん、ライダーさんが息子と違って打ち攻めるノリさんはやっぱ強い、うん、打ち攻めに関しては上位の、うん、そうですね、そうだ、内側のねノリジョッキ怖いよね、うん、だ逆にだから大外の和夫は買いたいとかさ、うん、外目のたけしも買いたいみたいな、うん、やっぱ内はノリさんみたいなところはあるよね。そうですね、うんうんうん、で終わってからもう、うん、ね、前日の、ね、マイルさんは疲れがいやそうめちゃめちゃあったので、うん、いやね、本当かがりさんの言う通りなんですよね。岩田横山もパパうちは国いると買いたくなっちゃいますよね。本当それですね。いや本当に思う、うん、ついつい入れちゃうもん、うん、ぬいぐるみとも入れてファンアートあげるかわからない、完成急いでる、色塗り死んでよ死んで色塗り死んでよ、頑張れ頑張れ、ポツンとノリとうちはノリは別人なんですね別人あれってあれじゃない、銀狼回避ファイルじゃないけど2つの脳を持つ男じゃない二重人格今日はうち今日はそう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 ね、ほんと岩田パッパイン好きが怖い、それなんですよね。うん、でまあ疲れてたんで、まあ、あれはね、うん、あの前日の夜デスドライブ峠を越えてきてるんで、うん、あの疲れてたんですけど、さっさと飯食った方が困ないねっていう、そうそうそう、何か絶対土曜日だから家族連れも多いし混むよねって、日曜日かだからってなったんで、とりあえずホテルにチェックインしてふーって一息ついて、あの前から気になってたとか調べてた回転寿司、うん、だけどちょっといい感じのお寿司屋さんに、うん、五稜郭のね近くにあったんでね、 そこにね、下にってかもうすぐ横にあるんです、そう、そこにね行きまして、回転寿司春夏っていう、うん、春夏っていうねお店なんですけどね、うん、めちゃめちゃうまかったですね。あ、うまかった。なんかこの値段でこれ食べていいんですかみたいな値段、うん、値段じゃない、あのクオリティで、本当うまかった。そう、めっちゃ美味しかった。炙りサーモン最高でしたよお前ら炙りサーモン大好きなんでね、美味しかった。マグロそんなにだけどサーモン大好きなんで、うん、女神さん、岩田パパといえば、うん、昨日深夜に腕組みしてる岩田パパの画像を見つけて笑いましたどういうことどういうこと横山パパってどの横山やっけ。横山のりですね。のりですね。のりですね長男がカズ、三男がたけし、次男はあの違う違うお仕事ライドさん、のりさん、うん、基本は大里あんまり回したくない人だからポツンしてでもうち行くよね、うん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 、そうですね、うん、確かに確かに、うん、そうですよね。いいなでしょ。美味しかったですよ。美味しかった本当に本当に美味しかった。なんかエビマヨとかよくあるじゃん、エビあえてあるの、うん、あのエビもめちゃくちゃゴロゴロしてんのえこれっていうボタンエビ使っとるっていう、ね、そうそう、すんごい大きくて、うん、夢神さんもやっぱり函館の寿司は最高なんですね。最高でした、うん、なんか札幌でもほら道外から来た人はね、うん、美味しいって言うけど、なんかまたちょっとクラスが違うというか、うん、なんかホタテもなんか味付けて焼いてるやつかな、うん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 、すっごい美味しかったね。ちょっと焦がし醤油ホタテ軍艦みたいなのあって、めちゃめちゃうまかった。でも何食ってもうまかったよね。でなんであんな美味しいんだろう。五稜郭の近くには紫陽花もあるし、うん、そうそう、ラーメンのね、うん、塩ラーメンの紫陽花もあるし、ラッピーもある、ラッキーピエロもあるし、ね、うんうん、すごい。そこに行けばとりあえず函館の3店舗が食える、食えるみたいなね、うん、で名古屋家庭と函館の寿司は違うや、過激派名古屋家庭って行ったことない。名古屋家庭逆にね、マイルたちまだ未経験なんでね、うん、行きたいんですよね、うん、もちさんは生魚苦手だからね、一応食べれるけどって、そこはね、うん、そこの、ね、春夏ってお店は、うん、もちろんね鮮魚すごい、うんうん、たくさん種類あってね、うんうん、いいんですけど、なんせハンバーグがあるんですよ。出た出た、鳥紙ハンバーグ寿司を頼むんですよ、回転寿司で。めちゃめちゃうまかった。よかったな来年の函館は何体になるんだっけ。札幌からかな。今後は飲食店もどうなのかな。あの函館、北海道は何体ないです確か。ないんだっけ。あの、うん、函館、北海道はその関東関西の方は、うんうん、気温が
あ、そうだ、暑いからっていう話か、うん、夕方からメインレースやりますよ、まあ、北海道暑いんですけどね、なんか対象外になってたね、確かになんですけど、うん、一応北海道開催は、うん、ナイターは通常ナイターなしの通常開催になるんだったはずです、うんうん、最初に見た時の情報では、うん、そうね、ワンコ舐めるなわ、肉は大好きやでじゃあハンバーグ寿司や、ハンバーグだな。いやなんかしかもさ、なんかちょっとお寿司食べて、うん、余裕あったらラーメンまでいけんじゃねって思ってたら、もうお寿司で結構満たされて、 そんなに、ね、そうすっごいたくさん食べたわけじゃないのに、うん、もうあ満足です、そうなんか満たされてしまってね、うんうん、札幌で泣いた開催したら内部駅あかんことになる、ほんまに。あ、苗穂駅ね、うんうん、あの札幌駅からすぐ横ですけど、うんうんうん、あそこはもう大変なことになりそう。苗穂総園、苗穂、あ、総園だ、うん、総園から苗穂が札幌の隣か、うんうん、総園と苗穂がね、うん、暑いでこっちやって、おじさんだって服暑くて着るのすら嫌いや、そうだよね、そっちはね、お寿司のあるさもおいでませ北海道ね、函館はね、限定のお店っていうのがそのハッピーじゃない、ラッキーピエロと、うん、長谷川ストアと、そうやでした、そうやね、うん、そうです、うん、長谷川ストアっていうね、うん、お店があるんですけど、うん、その帰りにね、長谷川ストア寄って、うん、もうラッキーピエロは最終日に行こうっていうことになったんで、うん、そう、ね、お腹いっぱいすぎたからね、寄って、うん、夜どうせね、多分もうこれから寝るから夜ちょっと酒のつまみでも買ってっていう風にね、 その時まだ早いんですよ、18時なってるかなってないかぐらいで、そうそうそう、でホテルの周りにコンビニないよっていうのを聞いてたんで、うん、あの買っていこうって言って、その長谷川ストアのでっかい長谷ストア、クソデカ長谷川ストアに行って、画像上げますね、そう、クソデカ長谷川ストア、クソデカ焼き鳥弁当のなんかこうあれが看板がついてるとこで、で結局そこで焼き鳥となんかこうちょこちょこ買って、ね、どうせ夜お腹減るからってパンとか買って、うん、であのホテル戻って、うん、あの倒れ死んだように寝ました ね意識を失いました、そのまま、うん、まあ、でも2時間くらい寝たわ、うん、でファって目覚めて、あって疲労感、そう疲労感を感じながら、あ、なんかちょっと食べるかって言って、うん、焼き弁じゃないや、焼き鳥と、ね、パンとか食べながら、あのお酒飲んで、うん、お酒飲んで、そうそう、美味しいんですよ、うん、1日目はね、うん、その配信ツイキャスで配信した後、うん、到着してから、うん、ご飯買わなきゃってなって、うん、長谷川ストア行って焼き鳥弁当っていうのを、ね、うん、買ったんです、ね、そう、さっき言ったんだけどね、簡単ですけど ね、そのご飯の上に海苔が敷いてあって、その上に焼き鳥が、好きな味のタレで焼いてもらった焼き鳥が乗ってるんですよ。そうバッチクソうまかったですね、うん、やっぱうまいね、うん、やっぱバカにできませんね、これはね、もちさんしょっちゅうマヨコーンと卵でもお寿司も多分、うん、本当に美味しいやつ食べたら変わると思うっていうのはある、うん、まあね、絶対とは言えないけど、あのラキピといえばチャイニーズバーガー、ね、チャイニーズバーガーですよ、チャイニーズチキンバーガーですね、うん、チャイチキバーガー、チャイバーなんて言うんだろう、チャイチキじゃないですか、知らんけど、ライさん、北海道最近の気温からそれ除外してもいいのか問題、うん、そうなんですよね、暑いよね、暑いし、ね、まあ西日がね、そうだ、札幌競馬場めっちゃ日が出てるじゃん、だからもうすごいあれだけがきつい、うん、そうそうね、たこ焼きのたこ以外の広角圏に、うん、肩身が狭いチェーン店しかないからかな、くら寿司とかさ、スシローってさ、うん、そういうちょっとね、こう鮮魚以外もたくさんあるじゃないですか、前のエビ天握りとか好きだよエビ天握り絶対食べるから、絶対食うよね、最初と最後に絶対食 う、うん、そう絶対食うで結局まあその日はもうそのまま、うん、そのままバタンでバタンですね、お風呂入って寝たのか、入って寝ました、お風呂入って寝て、はい、で次の日も早めに出て、うん、そのゆっくりね、道の駅とかをいろいろ寄りながら、うん、あのお土産を買って帰ろうと思ってたのでね、うん、でそこでラッキーピエロも寄ろうと思ってたんでね、うん、早めに出まして今回ツイキャスでサイン馬券あったの、うん、なかったです、今回はなかった の、 あのもうあのなかったというか、デスドライブすぎてそう余裕がなくなっていたもうなんかちょこちょこ馬の話はしてたんですけど、
あの街灯がほぼない暗闇、ノーム、霧雨っていうトリプルコンボで、あのマジで死ぬか生きるかっていう、うん、あのドライブになったので、あの、ね、よかったら多分ツイッターの方でツイキャスのリンク貼ってあるんですけど、うん、あのツイートの方で、うんうん、それから一応アーカイブは見れるようにはなってます、うんうん、あのちょろっと覗いてもらえるとどんなデスドライブだったのかね伝わるかなと思うんですけど、結構なもうなんか考える暇もなくでね、もう鳥はカーナビ見ながら、うん、次は緩いカーブです、そう 左とかもう そういうレベルじゃないとギュン、そう一寸先闇で後方車私追い越して、懐かしいです、そう懐かしがるなそう私追い越してお願い追い越してって言いながらね運転してたから大変そうでした、いや本当にね、もうデスドライブしたんで ねちょっとサイン馬券まで、ちょっと頭が、ね、今週末はねちょっとねまたね面白サイン馬券をみんなで ね考えましょうね、あとねお家から配信なんで、そうお家からねできるから、まあでもね本当ね面白かったね、うん、でなんかその帰り道のとこでそのさっき言ったお酒を買ったりした七飯町っていうとこに男爵ラウンジっていう、うん、もうなんか芋系に特化した男爵芋のね、あの北海道に男爵芋を持ち込んだ高知の人の記念館みたいな、うんうんうん、そういうのがあって、うん、すごいお芋の料理とかね、フライドポテトから、うんうん、こう芋のなんだっけジャガバターとか、そういうの、そう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 、うん、そういうのがあってクソうまかったっす、うん、あとしいたけ、しいたけも有名なんですよね確か、でかクソでかしいたけがあったんですよ。ね、手のひらサイズぐらいな、キングシイタケじゃない、なんだっけ名前忘れちゃった、お化けシイタケ、知らない、なんか分かんないです、もう忘れた記憶喪失かよクソデカ肉厚シイタケがあって、うん、そのコロッケがめっちゃ美味しかった、ね、買えばよかったな、あとリンゴソフト、あリンゴソフトクリーム食べました、美味しかった、ミルクとのねミックスで食べたんだけど、シャーベットと違うんですよね、ねちょっとねまた変わった感じで、チェーンばっかりとずば抜けたうまい寿司出してる店もなかなかないんや確かにね、うん、大丈夫、もちさんが車シャラップって叫んだやつな、そう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 、それは2日間大変なことばっかりだった、うん、本当に大変でした、本当に大変でしたゆうかさん、リンゴソフト聞くだけで美味しそう、リンゴソフトうまそう、美味しかった、すんごい美味しかった、なんかさっぱりしてて、さっぱり本当、うん、でミックスで食べたからそのミルクの甘い部分と一緒になって、うん、さらにミルクもクソドギス甘いみたいな、そうじゃなくて、うん、爽やかな甘さというか、うん、めっちゃ美味しかったです、美味しかった、ね、で男爵ラウンジの方も、うん、あのフライドポテト、そう、ね、クソうまフライドポテトとコロッケ、コロッケ、うん、美味しかったね、めちゃめちゃうまかった、もう味付けそのソースとかああいうの一切いらない感じのコロッケ、めっちゃ美味しかったです、美味しかった、うん、でその次がラッキーピエロ、うん、ラッキーピエロ行った、最後のラッキーピエロっていう森町っていうとこにあるあのラッキーピエロの一番最後に一番 最果てのねに行ったんですよ、で、ね、ご飯時は混むだろうって思ったからちょっと、ね、早めに行ったんですよ、うん、それでもう大行列、すっごい、オーダー取るまでに20分ぐらいかかって、オーダーしてから来るまでにまた20分、30分かかって、うん、あのクソデカオムライスを2人で食べました、めちゃめちゃでかかった、うん、けどあこれこれ、そうあのね懐かしい味というか、そのなんて言うんだろう、ケチャップライス、ちょっとスパイシーなケチャップライスで、お肉も鶏肉じゃないですよね、あれ分かる、豚肉なのかな、鶏肉なのかな、なんかゴロンとしてる肉ではなかったんですけど、うん、それがこう薄すぎない卵にくるんと包まれてケチャップが肉入ってたっけ、そもそも入ってましたよ、あんま記憶がないんですけどクソうまだった、ベーコンかと思っちゃったベーコンかな、わかんないよ下バカじゃん、美味しい、いやでもこれこれこういうシンプルなのでいいんだよっていう、そうあの感じのね、美味しかったです、一応チャイニーズチキン添えはね、そうそう、チャイニーズチキン添えを食べましたね食レポグダグダグダ、そういやもう何、ね、なんだろうね、本当舌がねバカなんですよ、ね、美味しいか美味しくないかのどっちかしかないんで、うん、鳥はね、マイル的にはベーコンか薄く切った豚肉だと思う、うん、ほんとちっちゃい感じで入ってるんで、そうそうそう、ただ本当にね、なんだろうな、懐かしい味というか、うん、昔ながらの味というか、だからまあ新しい、そのおしゃれではないんですけど、ね、
最近っていうこうなんなんかねこう、うん、卵が半熟でとろっとしてて、そうそう、あのデミグラフ添えでとかいうのではなく、ケチャップライスがなんかご飯一膳分あんのかいなっていうぐらいのね、うん、そういうちまっとしたじゃなくてもう大きな銀プレートにそうベンみたいな、そうあのパーティー用っていうようなでっかい銀プレートにデンって出てくるから、多分女の子はね一人で食べれないと思います、うん、男性でも結構大食いの人じゃないときついんじゃないかなっていうサイズで、まあね、普通かな、 普通よりそれがこの値段みたいな800いくらとかだっけな、900円しなかったですね、うん、めっちゃそれ2人でシェアで十分で、あとラキポテっていうのを絶対食べなって言われてたんで食べたんですけど、なんかポテトにチーズソースクリームソースかなんかチーズソースみたいなやつとデミグラスみたいなのがかかってるやつで、うん、めちゃめちゃ美味しかった、うん、めっちゃ美味しかった。もちさんはいちごソフト食ったりとかする、うん、ウルスケのソフトはいや、うん、うまいっすね、いやうまい、うまい、食レポグダグダですね。バカ舌やのって下バカなんか、うん、下がバカ、うん、どっちもじゃないめちゃくちゃいいですねって、ふわとろオムライスも飽きました。いや本当にね、なんかおしゃれなのはおしゃれでいいんだろうけど、うん、いやこれこれだった、これっていう、うん、だった、めっちゃ美味しかった、うん、でまあ、自分たち用と職場の人に頼まれてたチャイニーズチキンバーガーをね、うん、お持ち帰りして、でそれを持ってまた北上しまして、はい、次森町か、森町ですね、うん、森町のとこでちょっと道の駅ってたけど、思ったよりなんかしょぼしょぼで、公園の中にちょっと売店あるみたいな感じの感覚だったんで、まあ、ちょっとちらっと公園だけ見て、ね、動画撮ってほんまになんもないなって、なんもないなって言って終わってその後なんだ、その後あの東屋湖じゃないや、ああとアブタ、アブタ町まで、うん、東屋のアブタ町まで今度ぐるっとこうなんて言うんですか、この北海道の向かって左側の肩ですか、うんうん、肩と腕って言えばいいですかね、うんうん、そこの内側をこうぐるっと、うんうんうん、最初のちっちゃい突起までの真ん中、うんうん、多分ねみんなピンと絶対来ないと思う前でもよくわかんない、ね、そこら辺アルさんが美味しそう、美味しかったよちなみにもちさんも嫌いな匂い、嫌な匂いとか、あ、それそれ、食材とか入ってなかったら一緒一緒、うん、あ、鳥はそうです一緒一緒そうそうそう、でそこまで行ってアプタがそのホタテとかで結構あの噴火湾っていうところがね、 そうその内側があるんで、うん、ホタテがすごい取れるんですよ。そうそうそう、でそこで昔前食べたホタテフライがねすごい美味しかったんですよね、うん、で食べたいなって言ったらもうなくて遅い時間だったんで、メニューから消えてたじゃん、消えてたそもそも、なんでホタテの串焼きか、そう串焼き卵付きのねすごいでかいやつ、そうそう、うん、でなんだっけその近くの何ファームだっけ忘れちゃった、レイクヒルファーム、レイクヒルファームっていうそのアイスでちょっと有名なジェラート、うんラートね、あったんで、そこが出店そのあのアプタにしてるんで、そこでジェラートをまた食べまして、うんね、ミルフィーユ、いちごミルフィーユのねあのジェラートとね、トウモロコシのスイートコーンみたいなそのジェラートをね、うん、食べましたけど、これも美味しかったですね、美味しかったね、うん、兄さんとはシンパシルものがそうある、君たち似てると思いますよマイルはシンパシルでね、そこで食べて、うん、そこからはもう中山までずっとだっけ、そうですね中山峠まで、うん、峠の方までずっと行きまして、うん、で中山峠のそう中山峠で有名な揚げ芋を買いまして、はい、ホタテ生はいけるんですけど焼いたり煮たりしたのが少し苦手なんですよね、そうなんだ。前であの卵の部分というかの白いあのなんていうの、まあ、オレンジ部分です、ね。そうそうそう。あそこはあんま得意じゃないんですけど、うん、鶏も貝柱と紐ぐらいまでしかあんまり食べたくないかな。うんうん、なんでね、うん、まあでも本当に美味しいやつってやっぱそこはあんまり感じないぐらい美味しいんだなっては思った。うん、美味しかったです。うん、そうそう、ホタテの旨味がギュッと。でもね、生美味しいね。生は美味しい。間違いないっす。昔嫌いだったんですよホタテ、うんうん、そうだね、全然食べれなかったんですけど、うん、でも浜焼き食って変わったじゃん、浜焼き美味しいやつをね、貝殻で焼いて、うん、醤油ちょっと入れて、うん、すっごい美味しかったからもうそこからハマっちゃってね、似てるんか俺とさ、似てると思う、そのなんかこう思考回路とかが似てると思うよ、貝類がいけんだよね、甲殻類みたいな感じでさ、うん、鳥はあの甲殻類アレルギーだから食べれないですけど目の前で目の前で美味しそうにエビとかカニ食ってやりますけどね、ワイルは
で、そこで揚げ芋買って、ね、で、その後はもう市内にバーッと戻ってきて、うん、その足でそのまま職場に、お土産を、ね、お土産をばらまいて、車を、レンタカーを返して帰るという。で、18時半前か何をもう帰り着いたかな。そこから死んだように寝ました。寝ました。はい、もうぐっすり寝ました。落ちていいねって言いながら。うん、落ちていいねって。姉さんそれなりに鬼畜。ほんまに。鳥はどっちも食べれてたんですよ、もともとね。食べれてたけど、成人になってからアレルギー発症したんで。そういえば地震の影響は大丈夫ですか。そう、地震ね。そのなんだっけ、あれお寿司食べて帰ってきた時か。帰ってきて。でホテルでそろそろ寝るかって言ったら、ベーベーってすげえ警報鳴って。何って思ったら。いや今かっていうさ。間もなく地震が来ますみたいな。そうそう、備えてください。どうしろっちゅうねみたいな。家じゃねえんだがって思って、ね。うん、そう。まあ、でも札幌。揺れるかなって、まあね、札幌市内って、ね、うんうんうん、クソ広いんでどこが揺れるかっていうのも分かんないですよ、うんうんうん、で割と川一つ挟んでね変わったりするからね、うん、うちの方は山の方に近いんで、うん、山に近いところなんで、うん、まあ、すすきののあたりってどっちかというと川よりも山っていう感じなんで、うんうん、どっちもどっちか、そこら辺ってあんまり揺れないんですよね、うん、思ったより。うちがどうにかなった時はもう全世界がやばいんじゃないかっていうぐらいの安定感まである方だよね。昔の HTB で有名な平岸方面とか白石だとか、その札幌ドームとかの方はやっぱ揺れやすいみたいでなんですけど、まあ一応苫小牧に住んでた子もぬいぐるみが落ちただけって言ってたんで、そのね、苫小牧近く浦河沖って、そこら辺なんで、うん、なんかね、札幌の方にね住んでる人たちも、うん、大丈夫って LINE 来たんですけど、うん、函館もちょっとだけ揺れたかな、うん、ホテルの、まあ、2階でしたけど、うん、そんなにちょっと揺れたかなって感じだった。だから多分向こうの方が揺れて、札幌の方がまだ揺れてるのかもねっていうぐらいで、うんうん、ね、マイルとか鳥紙にね、うん、よく絵をね描いてくださっている山賊先生とかも札幌なんですけど、うん、まあね、大丈夫そうだったんでね、うん、あ、大丈夫なんだなと思って、うん、よかったですね。その、うん、清田の方が液状化ありましたからね、昔イブリー東部大震災の時は、うん、ね、いや前のその時と、ね、うん、同じ震源地だからねって話もしててね。あ、晩営、そっか、あ、月曜日だか、月曜日だ、日曜日だか、晩営やってたのか、うん、緊急地震速報になってびっくりな。日曜じゃない、月曜、月曜、うん、あ、日曜か、ごめんごめん、うん、子供の頃に出たアレルギーは治る可能性があるし、うん、いや、そう、子供の頃のアレルギーは治ったんだけど、大人になってから出たらもうアウト蓄積なんでね、アレルギーは、うん、頑張れ、美味しくいただきます。体調いい時は食べるもん、うん、あ、理由なくジンマシン出る人たちも大人になったら治るかな、なんかね、その環境とかもあるしね、うん、大人になって良くなる部分もあるだろうし、うん、っていうのはあるから、まあね、Jアラートを聞くのに緊急地震速報の音当て焦りました。いや本当に、あのね、こう北国あるあるなんだけどさもうミサイル発射されましたが、もう結構な頻度で来るのは来るから J アラート、はぁ、まあね、とりあえずまあね、窓のないとこ行くかみたいなね、眠い目をこすりながらなるんですけど、いつもね目覚まし代わりに、そうちょっと早えよっていう、ね、そう、地震速報は確かにふわってなるよね。なんだっけ、地震のやつかってなったなった。北海道の断層でどんな感じだろう、山も大きなばかりだから本州と比べるとしっかりしてるイメージある、うん、そうですね、うんうん、あんまりその北海道って揺れるところっていうか、まあ、広すぎてちょっと伝わってくるけど、やっぱ遠くに行けば行くほどね、地震の揺れって伝わってこないですけど、その北海道の左下、あ、右下側のところに断層があるらしいんで、うんうん、そこがずれちゃって、やっぱ釧路も前結構大きい地震あったんですけど、釧路とか、うん、その浦河、うん、一番北海道の下のでっけえ三角のとこですね、うん、そこら辺とかやっぱ揺れちゃう、うん、揺れちゃうし、結構ね津波まではならないにしろっていう感じですかね、地震速報音怖いですよね、いや、びっくりした本当に、携帯から鳴る避難指示のアラームみたいな、いつもテンパる、うん、いや、やっぱ聞き慣れないから、ね、怖い、なんかふわっふわっみたいな音鳴るじゃん えってなるからさ、取り切っちゃってますもん
いや怖いよ、やっぱうるさいから切るっていう人多いけど、本当にそれで、ね、生きるか死ぬかなんて嫌だから、まあね、マイルはあの一応何でも守れる、ね、ものは守りたいんだね。どうせマイルさんつけてるからいいや。はあてめえね、そんな、ね、こんなの函館、ねね、大遠征でしたね。大遠征でしたね。また来たいしね、まあ函館じゃなくて今度はね万円にも行きたいしね、うん、今度はね帯広の方が近いですからね。うん、あ、もうね、うん、もうどんとこいですよ、あの距離運転したからもうどんとこいですな。大丈夫です。今日なんかね北海道のその JR の特急のこう、うん、沿線の長さをこう東京スタートで比べるとどこと一緒なのかっていうツイートがあって、それ見たら、うん、その札幌から千歳を通って、うん、でこう苫小牧室蘭、うんうん、でまたこう虻田だとかそっちの方を通っての、うんうん、新幹線じゃない特急でいうと北斗っていう電車が特急があるんですけど、そのルートは東京から岡崎名古屋ですね、うん、の距離だと、うん、まあ、結構かかるんですよね、うんうんうん、だっていうので、あ、そんなにあるんだ、うん、北海道。それ以外にもね釧路方面だとかそういうのもいろいろ乗ってましたけど、うん、東京スタートで考えるとやっぱ恐ろしい距離なんですよね。まあそりゃそうだろうね、北海道は距離バグってるからね、うん、九州の民だからマイルは、うん、なんか九州でいうと本当福岡から鹿児島まで行ける距離を行った感じだから、う、ね、うんうん、ほぼほぼそうですもんね一応、うん、マップで見てみたらそう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 、すっぽりだからね、 そう、その距離の分に四国がポンと入るみたいな、うん、そう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 、やっぱりなやこれってしてるもちさん横目に携帯が避難指示の内容を読み上げ始めて、さあ機械音って感じの声が読んでる聞いてる間にちょっとずつ落ち着くああーってなってくるやつ火っていうのからね、なんあ、ね、あ、地震が来るんですね、うんうん、はい了解ですもう落ち着いた時に遅いよまあね、そんなこんなですけどね、うん、はい、函館の、ねね、競馬場に行ったお話でした、ね、結構ね長々と、まあ、今日メインだったからそのお話だったんですけど、ね、マシュマロをね2ついただいているので、はい、美味しくいただいていきましょうか。はい、1つ目、競馬以外で今ハマっていることや食べ物はありますか？競馬以外でハマってるもの？ものや食べ物、ハマってることや食べ物。ハマってることや食べ物。うん。ありますか？ありますか？なんだろう。マイルね、セイコーマートの梅おにぎり。狂ったように食ってますよね。あの、ま、セイコーマートにホットシェフって言って店内で調理してる式のあるんですよ、うん、おにぎりが、それがこうげんこつおにぎりみたいな、結構こうあの大きめのというか、でそれでなんか170円とかぐらいなんですよ、うん、でなんかその鮭とか筋っことか食べたことあったんですけど、ええ、梅にどんばまりして、なんかもう、いや、なんかやばい物質入ってんのっていうぐらいに、もうなんかリピートして食べちゃって、本当にずっと食べてる梅。だから前のその職場とかでこう休憩中にご飯を食べるときって、もうめんどくさいからおにぎりとカップ麺とかでいいやってなるんですけど、うん、絶対その梅おにぎり買う。病気かなって自分で本当思い始めるレベルで、本当に病気だよ多分。こう、ね、食べたものを報告すると、うんうん、今日も食べた、うん、今日も食べた、そう今日もね梅食べちゃったって言ってて、うん、梅おにぎりアルさん、僕もそろそろ眠くなってきてしまった、寝ながら聞いてます。いいよ、あの睡眠 BGM にしていや本当ね、梅おにぎりはね美味しいんですよ。マイルは食べ物だとそれかな。あのね、あとそれ以外だとハマってることは、あのなんだっけ、スマホのゲームの崩壊スターレールと、はい、あのプレステ4で今やってるルーンファクトリー4ですね。これなんかバカみたいにやってます。なんだろうハマってる食べ物、うーん、食べ物、
スプリッツァーさん、高知でも一部のローソンで似たような感じの店内調理した惣菜出してますね。なんか最近多いですね。そう、ローソンね、店内でやってたりするもんね。なんとかさん、自分も梅結び好きです。それはお馬かな。お馬さんかな。この前ね、 梅手まりだっけね、またあのデビューしてましたけどね。もちさんが屋台の焼きそば、キャベツとか具材みたいな、お好み焼き、お好みソースしか使ってなくて、焼きそばソース使ってない家庭の焼きそばは論外。焼きそば、やっぱ関西って焼きそばソースがあるんですね。両方入れたい。でね、ちょっと醤油垂らすとうまい、コクが出て。何でも入れちゃうもん。いやでも本当にそうだよ、カレーもだけど、ちょっと入れるとコクが出るとかあるじゃん。まあまあね、だからマイルみたいに飲むように消費するのは良くないと思うけど、飲むな、飲んでないんだよ。なんだろう、余ってるもんないの。余ってる食べ物はないんすよ、そんなに。何余ってる。あ、でも余ってる、しょっちゅう食べるものではないですけど、ラーメン。ラーメンずっとじゃん。あの特にお店を言うと、札幌にある戸口っていうラーメン屋さん、ね、はい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 、めちゃくちゃうまい。いや戸口のラーメンね、うまい。いやあとは本当ローカルだけど、あの五条原っていうラーメン屋さん美味しいとかさ、行列ができる有名店はあるんだけど、そこよりちょっと離れたとこに穴場あるよみたいな感じのお店が好き。あとなんだろうな、スプラトゥーンじゃないの。スプラトゥーンぐらいですかね、やってるって言ったら。あれじゃん、王様がなんかブロック消すやつ。なんか広告でよく出るやつだよ。王様ブロックを消して王様を助けるやつ。なんかよく CM 出るじゃないですか。ね、スマホの広告とかね。それ取り紙ずっとやってんの。やってますね。あ、両方入れちょっぴり隠し味にケチャップ。なるほどね。焼きそばにうるさいもちさんの裏さ。あ、でもそれ美味しいと思う。ナイロさん、五平餅のタレとか自家製でも作れるか、ご飯のお供に、ご飯のお供に五平餅のタレ、ほう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 、ちょっと気になるな。正味、お好みソースしかなくてもケチャップ、ケチャップを入れると屋台風になる。あー、ちょっと酸味が、だってソースって酸味があるからさ、それがケチャップが家塩梅になるのかな。なるほどね。あとはもうスプラトゥーンはね、あの鳥は武器をとりあえずどんどん、星3にしていくんですよ、シールが、オーロラのシールがもらえるんで、ステッカーがね、だからいろんな武器使って、そうだね、あとガチマッチや矢倉しかやらないんで、なるほど、それぐらいかな。マイルは今 そのさっき言ったスマホゲームのね、崩壊スターレールは、あの原神を作ったとこが作ってるやつなんですけど、ホヨバースってとこですね。そうそうそう、あのガチャがね、今のバージョンの後半で引きたいガチャが来るので、今一生懸命石を貯めてますね。ガチャ金をしてますね。欲しいんです、石田明ボイスの。あれですね、はい、原神でいう綾と似てる感じの立ち姿が一緒らしいですね。あ、そうなの、はい、あ、まあ、でも概念的にそうかも。ちょっとクセモノ系のキャラなんだよね、正体わかんない感じの、なんでね、そのために今ねガチャ金、はい、してます。でルーンファクトリーは楽しいで す、ね、なんかルーンファクトリーずっとやってるな。ずっとやってる。農場とか大好き、作るの。なんか期限が長さすぎて、そうずっとアトリエシリーズみたいに納期とかないから、ずっとやってられるよね。あとそうね、っていうか最近知ったけど、焼きそばとかたこ焼きとかお好み焼き、白ご飯って一緒に食べへんの。食べるよ。食べないよ。マイルはあの南の民だから食べる。そう、粉もんはおかず食べないです。ほらね、あの東の人はそうなんですよ。食べないそうです。炭水化物に炭水化物ってよくね言いますけど、普通に食べるよ。ちょっとだって味濃いじゃん。無理かな、あのだってそれだけでもういっぱいじゃないですか。いや、おかずだもん、まあ、せいぜい焼きそばかな、お好み焼きと焼きそばとかね。 うどんは白ご飯と食べる。うどん、それもね、あ、食べる、普通に食べる。それなんですよ、食べないんです。食べれませんね、北海道に。まあ、おにぎりちょこっととかはね、よくセットで売ってますけど、ライドさん、原神のガチャしょっぱいね、武器もキャラも一緒だから。それいやね、原神最近触ってないからな、あんまり。なんかちょっと今モチベが落ちちゃってて、距離も全然やってねえよ。そう、勝利大好きだから一回狂ったようにずっとやってたんですけど、最近ちょっと
しばらくログインしてるので、うん、多分そろそろログインするとあのボーナスつくようになるあれが出ると思う。あのウェルカムじゃないおかえりボーナスがなりそうな気がしますね、うんうん、鳥はね超雲くんが大好きです、うんうん、かわいい。マイルは勝利先生と雷電将軍が大好きです。雷電が最高にかわいい。もうね、星4だからって侮れないですからね。まあね、いや星4レアリティがね最高じゃなくても上手に組み立てれば最強の力を発揮するのがこのゲームのいいとこだと思うか、うん、ホヨバのゲームの。そう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 、だから崩壊スターレールも同じ感じなんで ね、 ね、なんだっけ、うん、気候武器、気候武器じゃないや、なんだっけ、つけるやつ、つけるやつ、生物、生物とか ね、うんうん、ね、あれで、うん、あれ次第で全然変わってきますからね。そうそう、ビルドを楽しむゲームですからね、うん、ナポリタンともご飯食べる、マイルもだから味が濃いからご飯のおかずになるんだもん。お弁当に入ってるナポリタンなら、うんうん、ね、あれ一口二口サイズじゃないですか、うん、あれならわかるんですけど、うん、いや麺とご飯と食べないな。マイルはそのセイコーマート、さっき言ったセイコーマートで梅を結びとあの200円ぐらい、200円以内で買えるちっちゃいナポリタン売ってるんだ。 そうそうそう、ね、それを一緒に食べますよ。うまいもん。パンだな、それは一緒に食うのこう出るね、こうこの地域性がね、生まれ育って育ってきた環境違うから、ね、違うからね、しゃあないです、うん、はい、で、じゃあ次、はい、じゃあ2つ目マシュマロ。福岡では豚骨ラーメンの残ったスープからトラックの燃料に変える事業があるらしいですが、お二人の燃料は何ですか？これを食べるおは飲むと喧嘩になるものはありますか？燃料、マイルの燃料、競馬いやそれは覚えてて、いやでもなんかこう推しを見るとか好きなことをするとかが燃料ではあるんじゃないのかな。食べ物で言うとなんでしょうね燃料、ね、原神レザー君最初に引いてずっと使ってたからなんか愛着湧いてますあそういうのありますよね、うん、そういうのある、うん、それはある。自分たちで食べる分の米作ってるからか、うん、うちも基本麺とかはご飯のお供になりますあなるなる、うん、自分たちで食べる分の米作ってるんですか。すごいですね、それはそれでライドお前がライドお前があるんですねすごいな、うん、基本女のキャラ以外興味ないんだけど可愛い男の子のダンディは別枠分かるみんな愛せいやでも原神はね本当いろんな性癖くすぐってくるから、うん、原神も崩壊スターレールもねおすすめですよ。お兄さんか天然お兄さんから、ね、裏のあるお兄さんから可愛、うん、い女の子、うん、ボマーな女の子、うん、だからロリからこうねちょっとお姉さん系まで、ね、ロリショタ、ね、アニアね、またね原神もちょっとなんか面白いイベント来たらね配信とかしたいんだけど ね、 ね、 ね、はい、燃料なんでしょう、燃料、燃料なんですか本当に食べ物、食べ物だったらなさすぎて怖い、なんだろう、あ焼肉とかお寿司燃料ね、なんだろうね、うーん、そうね、マジで東の方は食わはらんのやな、日本の方な、うん、だらしいですよ、ね、なんだろう、家がというか親がまだやってるからだけでもう後継ぎ的にしんどいよ、うんうん、米作りはそっか、まあねやっぱ、まあね、もの食物を ね、 ね、 ね育てるのは大変ですからね、うん、そうだよね、なんだ、ないの燃料、自分の活力になるもの、あもうこの人活力がないから、鳥神は活力なしで惰性で生きてるんで、ちょっと、ね、燃料、人からの褒め、あうん、そうだね、それはね褒めたりされると嬉しいよ、うん、みんなじゃあ鳥髪を褒めてあげてください自己顕示欲を高めてもらえる褒めうわこいつうわなんかな、まあでもなんだろう、発散するため、うん、燃料ってね、うん、なんかこう発散してこう、うん、生かしてくこう何、うん、てドゥルドゥルしてく感じっていうかエンジンがかかる感じ、うんって言ったらやっぱり好きなものを、うん、鳥はやっぱ描いたりとか、うん、あそうだ、もちさんとだから一緒、うん、お絵描き、もちさんはコーヒーとスイーツお絵描きだから、コーヒーはね頭痛い時しか飲まないからね、うん、コーヒー、美味しいコーヒーは飲みたいかな、あそれはある、うん、なんか酸味が強いの得意じゃないんだけど、うん、なんか美味しいコーヒーに出会いたいなとかはあるかな、まる、うん、紅茶とかも好きだから美味しい紅茶を飲むとテンション上がるかな、ガソリン、ガソリンではないけどね、うん、梅おにぎり、梅おにぎり、梅おにぎりかもしれない。いや梅干しが好きなのよそもそも。ああね。あの梅トラマンとかあるじゃん。梅トラ、カリカリ梅系、ね、うん。カリカリもずっとなんかよだれ出てきそう。もうなんか想像しただけでよだれ出るぐらいに
好き。買い物行って梅持ってきた時にもうよだれ出てる。ずるってずるってする。いやなんかでもね可愛くねパフェとか言いたいんだけど、スイーツとか言いたいんだけどね、梅干しっていうこのマイルの何とも言えないね。それはカフェイン中毒です。コーヒー飲まれて体調が悪くなって機嫌も悪くなってモチベも著しく下がるから。ね、もちさんもね前から言ってたからね。カフェイン中毒です。まあまあねもちさんの状況は分からん。エナドリペンもええねんでカフェイン中毒です。まあねでも なんだろうね、元気が出るっていうかその活力になることは多分、その週末とかその競馬。好きな馬見るとか好きなジョッキー見るとかのために、あじゃあこのために頑張ろうみたいなところはあると思う、自然とかかな、鳥見たりとか、あ好きだね、猫見たりとか、アニマルセラピー触れられないけどみたいなタイプだよね。そういうのかな、どっちかっていうと活力になるもの、自分が元気になるためのものって、あとなんだろう、食べ物で喧嘩になる、喧嘩になる食べ物っていうのは、ゆで卵、ちょっとね、お互いに嫌いなものが好きなんで、そうマイルはあのゆで卵のとかのめなんだろう、嫌いなゆで卵と目玉焼き嫌いなんですよ。だから白身と黄身がそれぞれ固まってると食えないんで、その匂いとかでもえってなるんですけど、鳥は大好きなんでね、だから卵サンドとか目の前で食べられると、 あとシソだ、大葉、大葉も好き、そう食べながら喋ると喋んなって言います。それ天ぷらとかの ね、それと一緒で、鳥紙はチーズ風味のスナック菓子嫌いなんですよ。あのコーンスナック、チーズスナックが嫌いで、チーズスナックってパンって開けた瞬間から、あのチーズ臭いじゃないですか、美味しい、それがもう無理で、コーンスナックってそのうまい棒とか、うまい棒家で食えないんですよ。マイルはよくあるコーンポタージュとかキャベツ太郎的な、あれがもう無理、ボロボロされるのがまず嫌だけど、あの好きな人たくさんいると思うんですよ、このコーンスナックとかって、うまい棒とかね、うまい棒食わないやつ非国民だと、あのねくせえよ、いやそれが分かんないもん、鳥鼻が良すぎるよ、あの目も耳も、それなのに匂いの強い大葉とか好きなのが不思議、それは植物ですから、何言ってんの、素材じゃん、分かんない、あもちさんも大葉ダメってね、匂いね、あの匂いダメだよ、周りもその鼻に抜けるには無理だもん、てか葉っぱだよ、葉っぱ食ってんの、ローズマリーとかそれは別だよ、あれは香草だから、いやその大葉だって香草だよ。ね、そういう風になんか食べ物が ね結構その好みが違うから、目の前で食うなみたいになっちゃうんだよね。大葉大好きです。だから好きな人は好きだと思う、だからマイルは天ぷらとか頼んだ時に大葉が来たらあげるってする、そうもらう、あライドさんニンニク関係の匂いダメ、食べられないことはないけど匂いでやられる、ニンニクも好きだな、ニンニク生姜わさびは強すぎるとあの死んでしまうけれども、鶏紙辛いものダメだもんね、あの唐辛子わさびまではセーフ、スパイスがダメ、あんまり辛すぎると死んじゃう、ショック死しちゃう、ショック死オーバーの匂いだけでクラッとくる、あちょっとわかるかも、マイルもそのぐらいには苦手、ちょっとなんかなんて言うんだろう、独特な匂いじゃんやっぱり青、だから好きな人には申し訳ないけど、マイル的にはその青臭いから、まあ葉っぱ食ってるって感じ、そう毒ダミとかもダメだもんマイル、なんかちょっと自然界の匂いダメ、辛いも嫌いなの分かる、いやでもねたまにね食べたくなるよ、中本、あのいや中本は食べれないです無理です、あれはだからマイル辛いもの好きだから、あのプルダックとかね、はい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 、先あるじゃないですか、そのプルダックのピンク色のやつって一番辛くない、カルボナーラって言うんですけど、あれ一番辛くないって言うんですけど、あれは辛い、辛いっていうか痛い、辛いけど食べる、美味しいってなる、あとゆかりのふりかけかな、あゆかりのふりかけは食べれる、ちょっとねマイルさんおかしいんですよ、おかしくない、だってゆかりのふりかけしそくさくないもん、大葉のみ緑の匂いしないもん、だから緑の大葉はダメだけど、赤じそは大丈夫なんですよ、そう梅干しだとか、そう梅干しは好きなの、でも赤じそは大丈夫だけど、赤じそ食えって言われたら食えないし、多分だってしそなんでしょって思っちゃう、でも味は違うよ、いやだからほらなんかしそはなんだろう、梅味スナックとかあるじゃん、あれはしその匂いの方が強いからダメなの、あ難しいのよ、とりあえずゆかりは食べれないです、ゆかりは美味しいです本当にこっちが好きなものはこっちが苦手、だいたい好み合わないんですよね、ただその
とチーズスナックね、そのチーズ系のお菓子はダメですけど、うん、あの粉チーズは大好きです。ほらおかしいじゃんそれも。だから結局矛盾をはらんだ生命体なんで我々はバカほどかけます。だからチーズ嫌いででもこれ好きみたいな感じのやつじゃん。そう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 。もうなんかめんどくさいんですよ私たち多分そういうことだ。合わないのって A で残さんで済むから。あ、それはそれそれ、うんうん、だからラーメンとか頼んだらさ卵入ってくるじゃん。だから卵は全部鶏にあげる、うん、スープカレーとかもね卵入ってるからね、うん、そう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 。それは全部もらえます。うん、ただそのチャーハンにエビが入ってるとかそれもうアレルギーのせいで食べれないですけど。これ何の葉寿司なの、これ何の葉寿司。検索。あ、でもそれ岐阜ほう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 ば寿司。へえ、ほうば寿司っていうんだ。笹の葉寿司みたいなやつとか食べたことある。ああいうの全然大丈夫。ほうの木の葉。へえ、うん、魚や山菜などの具材をさちらし寿司をほうの木の葉で包んだもん。へえ、蛍光食。ほう、へえ。でもなんかそういうのは食べれるかな。その笹寿司的なやつとかは食べれるかな、うん、なんか本当そのな刺激じゃない結構なんて言ったらいいんだろうな。香りふわっとこう香ってくる香りとかならいいけど、うん、それを自体を食えっていう。だからあの桜餅の桜の葉っぱ塩漬け、うん、あれは食べれます。食べようと思えばなるべくなら食べない、うん、だって葉っぱだもんまあね、その桜の葉っぱってその繊維が葉脈が、ね、強いから、うんうん、ちょっと食べた時に残るじゃないですか。だから野草を食べたくないんだいやでも山菜好きじゃない。好きです。山菜大好きですね。つくしとか好きですからね。つくしは食わん。つくしもだ、つくしの佃煮とかふきのとうも食べるし。だってマイル山育ちなんでね。鳥もそうですけど、どっちかといえば。あ、もちさん、あと最近あんこ克服。お、ね、あんこも結構苦手な人いますよね。いる。だから粒じゃないと嫌とか腰は嫌とか、なんか結構あるよその派閥。それはそもそもそれもありますけど、あんこ自体が嫌っていう人も、ね、いますよね。鳥もどっちかっていうと粒あん派かな。マイルどっちでもいいけど、あんまり食べない。いや好き。あれ？あんこ好きだよ。あ、じゃあどっちでもいいんだ。あ、どっちでも好きです。ただなんかあの腰あんよりつぶあんの方が好きだけど、うん、つぶあんのあのなんていうの、皮、皮は好きじゃん残るんよ普通は。まあ、まあそうなんだけど、なんかこしあんなでもあののぺっとした感じよりかは食感欲しいかなって思う。つぶ、うんうん、あんとこしあんで効能違う。効能、効能あるのあ、でも皮に対する。あ、そっかそっか、そういうあれがあるのか、あれとかなのかな。だってこしあんって皮残すじゃないですか。残す残す、全部ね、うんうんうん、中身だけをこう滑らかにするわけですから。そうだね、うん、そうじゃあ粒の方がいいのかな。でも割と好きですよ。あのなんていうの、地域で呼び名違うんだろうけど、回転まんじゅうで通じるのかな。あのなんて言ったらいいの、おやき、回転まんじゅう、うん、今川焼き、今川焼き、うん、というね、そういう類のやつはあんこ好きだから。そうですね、それを食べますよね。黒も白も食べるよ、うん、あれは黒の方が好きだけど。北海道は今川焼きです、どっちかっていうと。おやきじゃないの。あ、じゃあおやき、おやきか今川焼き。うん、だおやきってその最初だっておやきこれちげえよ、おやきじゃねえよって。そう、おやきは長野県のあの野沢菜とか入ってるやつじゃないの。なんかしょっぱいのとか入ってんだよって言われて、うん、は、うん、何それって、ね、結構やっぱ食べ物の文化違うからね。違いますね、本当に。あ、粒は美容に良くて腰は血行にいいんだっけ、うろ覚えだけど。あ、そういうのがあるんだ。あ、でもまあ多分そういうね、皮の中の物質的なあれがあるんだろうね。うん、あるんだと思う。ね、いや面白いですね、そういうのはね。ね。なるほどね。というね感じのマシュマロでした。うん、はい。はい、マシュマロありがとうございます。ありがとうございます。毎週お待ちしてますのでね、いつでも。うん、なんかくだらないことでもいいんで、暇な時にでも何でも投げてください、ね、いやーね、マジセイコーマートの梅にぎり美味しいから何とでも言っとくわ、ね、セイコーマートに来た時はホットシェフの梅おにぎりをぜひ。そうそうそう、みんななかなか来ないよ北海道には。うん、近くに金
金つば？金つばの工場があったせいでしょっちゅう帰ってそっからんこにずっとしてて嫌に、ああなるほどね、あ回転焼きご座候、ああそうだそうだそうだ、なんかもうすごいっすよね、日本中で全然名前が違うみたいな ね、そうそう言うよね、マイルはね回転まんじゅうだったんでね、おやきすごい、そうそうそう、ごしゃの方がええのやな、あそうね結構いい、よくなるんだったらこちらの方がこちらの方がいいんだと思うそうだね健康作用から選ぼうみたいになっちゃうけど、うん、それはそうだね、確かにね、うーん、今週、ね、さあじゃあ今週のご予定、今週のご予定は今日ツイッターの方に出しましたけれども、うんね、けれども明日鳥だっけ、鳥のお絵かき配信で最後ですね、あの、うん、リツイートしてくださった VTuber さんを書くっていうので、うんうん、明日ですねちょっとついに 3回目の最終で、うん、書かせていただきますのが、うん、VTuber のミュゼーマペットさんという方を、うん、チビキャラで書かせていただきます、うんうん、はい、で木曜日がそうあのね有名な VTuber さんポンポコさんとピーナッツくんのポコピー店に札幌で来ますのでね、開催されますね、それに行ってきます、はい、昼間はね昼間はそれ行ってきて、で夜は一応マイルがゲームの配信をする予定です、はい、明日あの鳥締め切りなんで、うんうん、おそらくマイルさん一人で出ていただくことになるかと思います、15、あはいはいはい、いやどうなる、まあ、もっと早く渡すのか分かんない分かんないけど、はい、で16日がお休み、はい、で17日土曜日がユニコーンステックス&マーメイドステックスの予想会ということで、ファンタジーね、ファンタジーだよね、ユニコーンとマーメイドだぞ幻想大戦じゃんファイナルファンタジーじゃんこんなのファイナルファンタジーですねファイナルファンタジーですね、はい、サイン馬券か、最終幻想サイン馬券じゃない、16番来るんじゃない、あ16出るじゃん、そうです、16か16じゃね、あもうサイン馬券できたぞ、サイン馬券できちゃったすぐやんな、ね、その予想会はねいつも通りの、 あの予想プラス、はい、サイン馬券、あの、ね、こじつけ会もね、はい、やっていこうと思うんでね、そちらもねお楽しみにしていただけると、いろいろね、はい、あの持ち寄ってみんなで予想できたらいいなと思います、はい、で18日もお休みかな、はい、という予定です今のところ、はい、はい、なんでねなんか今週もねゆるっとゆるっと、はい、はい、やっていきますけど、もちさんは大丈夫あのね結構あるんですよ、その急にドクンドクンってなって、うん、急に血行良くなったりとか、うんうんうん、あと急に緊張したとか、うんうんうん、そういうのであるんで、うん、ちょっと痛みを感じ始めたら病院行きましょう、うん、そうだねそれはそう、うん、そうだね、嫌いかもしれんけども、うん、お注射してもらい、お注射してもらいね、そんな感じの今週は予定かな、うん、はい、うん、ね、まあもう週の始まりから疲れている前ではありますが本当にね、ね、いやね、でもほら来週再来週、うん、来週は来週が宝塚記念、そう宝塚が来ますからね、ついにね、もうタイトルホルダーくんが見れないのが残念だけれども、でも来月からね、来月の後半から札幌始まりますんでね、また忙しいんだよ本当に、札幌始まったらね多分まあね、なら行ける限りはいっぱい行こうと思ってるんでね、はい、まあね、そこでもいろいろなんかね、あの出していけたら面白いかな、あで今まだ考え中なんですけど、はい、札幌開催の間の、まあ、重賞だけかな、重賞だけで、うん、こう的中率を競うみたいなマイトリカップみたいなのやりたいなと思ってて、はい、でその商品として一等だった人にこう、こちらのグッズとか、はい、まあ地場のお土産で美味しいものとか、うんうん、そういうのをね、まあ、ちょっとね住所があれではありますけど、はい、いやお嫌でなければお送りするみたいなことをできたらなって思ってるんで、はい、ね、そういうのもちょっとせっかくだから ね札幌にいるうちにね、札幌記念のグッズとかさ、うんうん、札幌競馬場のグッズとか、今回函館で買ったグッズのね、うんうん、あのいただいたノベルティのやつとかね、はい、そういうのもちょっと商品にしてできたらなって思ってますので、はい、まあ、あのよかったらツイッターの方をね、
あのもうフォローしていただいている方はありがとうございますなんですが、はい、そちらの方ね注目して見ていただけるとあのこういうことやるよっていうのを突然流す可能性がありますので、うんうん、よかったらあの本当ね参加していただけたらありがたいです、はい、早めにね概要出してください早めに、ね、出しますのではいという感じかな、うんうん、札幌か今回育ち来るのかないや来ないじゃないですかうーん、ね、こっちにねもう夏休みには来てるみたいですけど札幌記念がちょっと何でいるのか全く分かんないよねうん宝塚はそういえばアスクビクターマー君が出るのでわれはとても楽しみではあるんですけれどもね、はいはい、ドゥラエレーでそあそうですね今度は無事に、はいね、無事に出走していただける、ね、あとねジオグリフがね、はいはいはい、来るんですよもう楽しみでねマイルは一度脳を焼かれてるのでジオグリ君ずっと応援してたんでねダートでちょっとまたね復活の兆しがあったところでね、はい、ここで宝塚ということでね、はい、今どんな走りをしてくれるのかちょっと楽しみなんでね、まあ、でも順位ももちろんですけどジンバともにね無事に、はい、ほんと ねちょっと突然今日はそういえば馬で言うとメケールちゃんがね落鉄して怪我してたみたいな話が出てちょっともやっとはしましたけどね、うん、今出すのってはなりましたけど、うんまあ、エールちゃんも応援してるからね復活が見たいですねそうですね、うんね、そんなこんなな、はい、月曜日火曜日か火曜日でございました、はいはい、なんでねまた今週もまた何回かねお会いできれば嬉しいなと思ってますので、はい、ツイッターの方含めてあの、ね、チェック応援よろしくお願いしますよかったらあの高評価の方も押していただけたりあの登録まだの方はチャンネル登録していただけると大変嬉しいです励みになりま です、はい、ということではい本日も12時になりましたので、はい、閉店ということで、はい、まあね、皆さんのおかげでまた楽しい時間が過ごせてよかったでございます。ございます。ね、はい、なんでまたね、いろいろ現地行っていろいろ撮ったりとかなんかお話ね、うん、したりとかもしていきたいと思ってますので、はい、はい壊れたカメラを片手にね、頑張ります。頑張りますということでね、ぜひお楽しみにということで、はい。はいなんで今日も火曜日ね長々と平日からありがとうございました。またお会いしましょう。またのお越しを。はい、またのお越しをお待ちしております。せーの、お疲れ。ありがとうございます。手出さないんだ。出す。触れよ。